この世の中の人間はたった2通りの人間に分けることができる。そう、ツナ缶を食べる人間とツナ缶を食べない人間の2通りに。同じようにこの世の中のツナ缶はたった2通りのツナ缶に分けることができる。そう、世界一美味しいツナ缶とそれ以外のツナ缶の2通りに。今宵世界中のツナ缶が横浜某所に集い、ツナ缶の頂点に挑む。T1 グランプリ2014開幕。さあ、本年もいよいよ始まってしまいました、クロスオークレディオスペシャル企画題しまして T1 グランプリ2014、本日世界一のツナ缶が私たちの独断と偏見により決定いたします。本日総合司会を務めさせていただきます瀬戸雄一郎です。いやー、ということでね、今年もですね、いよいよ始まってしまいましたけれども、はい、ね、噛みましたね今咳をかばおうとして噛みましたもうそうですね、いろいろ大変ですからね。はい、はい、もうほんとフスコデのおかげでなんとか咳が出ないようにでね、はい、やってるんですけれども、はい、お聞き苦しい面もあるかと思いますけれども、どうぞ2時間ねお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。もう皆さんね、ご覧いただいていると思いますけれども、今日は通常と全く違います。違います ね、 ね、はい、非常にやりづらい状態になっておりますけれども、ほんとね、なんか瀬戸っちの顔見えないって辛いっすね、はい、ねえ、はい、不思議ですけれども、うん、すいません早速ね、大丈夫ですか。いや、しんどいですね。頑張ってく、頑張りましょう。頑張っていきましょう。はい、ね、どこだっけ。はい、それでは、はい、ですね、本日ご一緒していただく審査員の皆様、はい、早速ご紹介していきましょう。はい、まずはこの方ね、むさい男たちにはわからない美味しいツナ缶の食べ方を知っている、うん、私たちの兄貴ね、みゆき先輩。あ、そういう感じで。はい、はい、そういう感じですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いかがですか、この間とまた違いますけれども。そうですね、この間は3人だったので、はい、はい、この楽しいですね、この横並びな感じね、うん、なんかサッカー中継見てる感じですね。そう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 実況中継するのかな、国立でね、やる感じですね、完全にね。はい、はい、はい、だけよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてこちらの方ね、普段はうどんばかり食べているので、たまには魚が食べたいなと思ってやってきてくださいましたのりちゃんですね。あ、よろしく、はい、そんなキャッチコピー入りますか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近うどん食べてますか。食べてますね、米の方がよく食べてますけどね。あ、本当ですか瀬戸っちはね、最近薬ばっか飲んでますね。はい、もう本当ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、お待たせいたしました今日は咳をですね、かばっていただけると大丈夫ですかね。聞いております。はい、我らがツナ缶評価隊長、はい、本日はね、審査委員長として参加していただきます。カツオ缶には厳しい味噌汁のおっさん、高橋優さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、よろしくです。どうですかいや、楽しみですね。ちょっとすみません、早速なんですけども、はい、暑いのでこれ脱ぎますねそうですね、はい、あの何、清掃でって言ってたけど、うん、ちょっと暑いですと、うん、脱ぎましょうか大丈夫ですかね、瀬戸っちね、もうボロボロですね、この人ね、ちょっと咳が出るんでね。そうですね、はい、ちょっと脱がしていただきたいと思いますよ。はい、全部脱いやってくださいね。はい、で今日はい、ね、今日はこのメンバーで、はい、番組進行していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組はユーストリームを利用して配信されています。パソコンの他にスマートフォンでもお楽しみいただけます。ユーストリームアプリをインストールしてから、クロストークレディオで検索して番組ページへアクセスしてください。また番組では本日も皆様からのメッセージもお待ちしております。ごほ番組ウェブサイトct-radio.net トップページのメッセージはこちらからアイコン、もしくはメールアットマーク ct-radio.net mail アットマーク ct-radio.net に直接送ってください。もちろんソーシャルストリームやツイッターへの書き込み、リプライですよね、それも募集しております。アカウントはすべて小文字でクロストークレディオです。ぜひよろしくお願いいたします。それではクロストークレディオスペシャル T1 グランプリ2014、この後深夜12時までどうぞごゆっくりお付き合いください。この後このいじめる。いろんな人と知り合いたい、いろんな人とつながりたい、そしていろんな人と楽しく暮らしたい。
クロストークレディオは今までになかった新しいネットラジオの形を目指します。 U& セトッチのクロストークレディオ。さあ始まりました、クロストークレディオスペシャル T1 グランプリ2014、改めましてこんばんは、瀬戸雄一郎でございます。こんばんは、ゆうです。はい、本日はですね、通常の放送をお休みいたしまして、クロストークレディオの看板コーナーでありますつながり特別編ということで T1 グランプリ2014をお届けしたいと思います。はいはい、日頃いろんなツナ缶を食べてはですね、評価してるわけなんですけれども、はい、本日は、うん、世界中から集めたツナ缶、これを一挙に開封いたしまして、うん、その中でも一番美味しいツナ缶を決めてしまおうという、うん、そういった年1回の特別企画になっております。そうですね、ねえ、はい、どうですか、まあ、お二人はね、以前その、ね、通常放送に出ていただいてツナ缶食べた、うん、経験お持ちだと思うんですけれども、ちょっとその時とはまたちょっと違うね感じなんですけれども、今の意気込みなんか聞かせていただけますか。のりちゃんいかがですか。いや、もうこれは誰が一番を取るのか世界中が注目してると思います、ね、そうですね。すげえコメント来た。みゆき先輩いかがですか。今日は缶の開ける音は関係ないんですか。今日はですね、あ、そうですね、ルール、ちょっとルール説明いきましょうかね、はいはい、大会運営ですけれども、うん、今回の T1 グランプリはアジア、それから欧米ですね、うん、この2地域計5カ国、これね史上最多です。はい、まあ、2回目で史上最多っていうのは話なんですけれどもに参加していただきます、ね、はい、でまず初めにですね、各地域の予選を行います、うん、で予選を勝ち抜いたツナ缶が決勝に進んで、決勝で勝利を収めたツナ缶、まあ、当然ですけども、こちらが2代目 T1 グランプリの栄光に輝くということで。そうですね、で、まあ、先ほどちょっと質問もありましたけれども、はい、この予選スタートを、ね、この後するんですけれども、うん、はい、この予選どういうふうに進めていくか、ちょっとゆうさん教えていただけますか。はい、それでは説明いたします、はい、まず予選は2缶ずつの試合で勝ち抜き戦です、うん、はい、で勝敗は本日来ていただいた審査員の皆皆様、うん、あと私の3人で、はい、その投票によって決定します、はいはいはい、で今回の T1 はいつも行っているような缶開け音、味、油、色、香りとかの評価ではありません、うん、もう審査員の皆様のもうトータル、あ、これもうファーストインプレッションですよね。それで食べて、ね、一口食べて、うん、こっちの方が美味しい、でその主観1本です。それで、投票していただいて、それの、強い方が勝ち以上。なるほど、ね、ということになりますね。だからそのあれですね、感覚音も含めて、そうそうそう、トータルで評価していただくと、そうです、いうところです。はい、みゆきさん、今回の、はい、T1 どういったところに評価重きを置いていきたいですかね。味でしょうね。味ですか。味、やっぱり味ですか。感覚音はあんまりもうどうでもいいかなと。うん、で私的にはこだわりたいですけど。こだわりたいですよね、うん、ぜひちょっとそこもこだわっていただいて、のりちゃんいかがでしょう、はい、どこ、中身で、中身、味していきたい、うん、なるほど、している姿を見たいと思います。そうですね。ここで男性と女性の違いが出てきましたよね。やっぱ男性はこう何、外身を気にする、うん、女性はやっぱ中身大事だって、こう恋愛でも言うじゃないですか。いや、ツナ缶も一緒なんでしょうね。ちょっと無理な気、あ、無理があった気もしますけれども、まあ、改めまして審査員の皆様、今日はね厳正な審査を、はい、よろしくお願いいたしたいと思います。お願いいたします。そしてもう一つ大事なものがございます、ね、評価を決める大事な要素、それがソーシャルストリームでの皆様からのご意見でございます、はいはい、ぜひ皆様の生の声、うん、生の意見をソーシャルストリームやツイッターもしくはメール等々でお聞かせください、はい、多少タイムラグあるんですけれども、うん、それで評価が変わってくる。そうですね、そういった可能性も十分決勝なんかでありえますね。確かにありますね。はい、はい、ぜひこちらですね活用していただいて、うん、私は UKB 機だとかそういう方はですね、ぜひ言っていただければと思います、はい、ということでこの後いよいよアジア予選の開幕、今年もあいつがやってくる。母さん、いつもどうでもいいメールばっか送ってくるのに、どうして僕の誕生日の時はメール送ってきてくれないの？ U& セトッチのクロストークレディオ。あ、俺ですね。ティアングレプリ2014アジア予選。まあ、あえてボケたんですけど。あいつずりーな。
まあちょっと皆さんと気軽に言ってください。そんなね、ただツナ缶食って、ね、評価するだけですんで名前はね、なんか T1 グランプリとか、なんかすげえこと言ってますけど、やってること食ってるだけですからね。はい、お願いします。はい、もう 気軽に行きましょうね。行きましょう、お願いします。ここからは T1 グランプリ2014アジア予選でございます。はい、今回アジア地域からは2カ国計4ツナ缶のエントリーがありました。はい、この予選ではこの中から1缶だけアジア代表となるツナ缶を決定いたします。果たしてどのツナ缶が予選を勝ち抜くのでしょうか、ということで、ゆうさん、はい、今回もえりすぐり、もうえりすぐりですよね、来てますね。やっぱアジア違うよね。違いますね、癖がある、ね、ちょっと BGM が大きいかなってさっき思ってます。いい感じですね。はい、うん、いやどうですかね。今回はやはり日本と台湾のまた一騎打ちになってきてるわけなんですけれどもはいはい、はい、予想としてはいかがですか。僕はですね、日本ですか、ありがとうございますそうですね、しゃべらしてラジオなんだからしゃべらしてよ、ね、まあちょっと時間もそのまま行くのね、はい、いいですか、うん、こんな感じでいいと思いますよいいですか、はい、なんかこういう今日はそういう立ち位置なのね。そう、大体こういう感じで、うん、はい、なんか面白いね、こうなんかミヤキャットみたいにてんてんてんでみんな俺のこと見てるからね楽しいですね不思議ですね、はい、不思議な感じですね、はい、はい、さあそれでは早速参りましょうか。はい、第1回戦の対戦、うん、まずはこちらのツナ缶の登場です。鳥は鳥でも海の底、力強く描かれた赤いイーグルのマークが全世界に勇気を与えます。あれ、シーチキンって羽衣フーズさんの商品名じゃなかったっけ、というのは気にしてはいけません。台湾代表、赤王杯海底鳥。さあ A の方にしましょうかね。 A でいいですね、はい、そっちにお願いします。さあ早速やってまいりました。何でしたっけ、海底鳥です。赤王杯の海底鳥の登場でございますね。はい、いやーやらしいですねやらしい、どこが、この白い缶の微妙に欠けた部分があるっていうのが嫌ですよね欠けた部分 ね、いろいろ傷ついたりしてますしね、はい、今日はですね、ワイカメ、はい、こちらもスタンバイしております、はいはい、ね、こんな感じでワイカメがここにありますね。これ、はいはい、みゆきさん、はい、自由に動かしてくださって結構ですね、はい、はい、これを使っていろんな中継をねしていただければと思っておりますこれいいねワイカメスタイルいいですね。ワイカメいいですよ、はい、私もねこうやって映りますんでねはい、よろしくお願いします。さあじゃあ早速参りましょう。こちらですね、はい、じゃあこれ早速ワイカメ使いましょうかね。はい、じゃあ缶持ってた方がいいですか。私こんなやつですね、赤王杯ね、はい、レッドイーグルってことで赤い感じになっております。和紙みたいな感じ、はい、和紙になってます。でここね、はい、こういうところでもう欠けてるのがなんかもう製品のプロ、なんていうんですか、クオリティがねこれね、ちょっと気になるところですけど、買った状態でもすでに傷ついてますから、うん、まあ、だいたいなんかアジアのツナ缶こういうパターン多めですからね。そう多いですね。はい、じゃあ参りましょうか、はい、早速、うん、こっち来ましたと、ごめんなさい、あ、はいはい、そうだ、紹介しなきゃいけなかったです ね、 そうですね、基本情報をおさらいしておきましょう。はい、お願いします。原産地、中身の原産地不明ですおそらく台湾だと思います、はい、ベースとなってる魚、こちらも不明です、うん、はい、何が入ってるか分かりません。で製法、はいはいはい、製法も不明です油なのか水なのか分かりませんはいはい、はい、あ、でも一応油って書いてある。油ですか、うん、あとね、あ、マグロ、油、塩しか書いてないです。怖いですね。あ、でもツナオはボニートだからカツも入ってます。あ、じゃあそうですね、はい、はい、でこれはゆうたかしさんが、はい、ね、持ってきてくださったそうです。はい、はい、で試合前にコメントいただいてます、はい、サンドイッチにすると美味しいらしいですという情報がウェブからウェブから来てますね。あ、そうですね、ありがとうございます、はい、大丈夫ですかね、瀬戸っちね、頑張っていきますよ。はい、よろしくお願いしますね、はい、じゃあ行きましょうか。あ、で次のツナ缶紹介か、はい、はい、じゃあこの一緒にしましょうか。赤王杯、うん、ね、海底鳥と対戦するツナ缶、うん、満を持しての登場、こちらとなっております。ツナ缶職人の朝は早い、かの老人は今日も魚を取り、そしてツナ缶にする。白く光る缶に書いてあるのはマグロサラダ油漬けという日本語、日本語が書いてあるということは期待してもいいんだよね。期待しちゃうからね。台湾代表、道営、道営遊業。すげえ盛り上がってますね。
死ぬほど盛り上がってますけれども、はい、同栄社の同栄遊魚、はい、こちらの登場でございます。これは一番、まあ、大きなポイントとしてはですね、やはりおじいさんが書かれているところなんですね。ですね。このおじいさんちょっと今回の注目ポイントになりますので、ぜひ皆さん覚えていただきたいと思います。はい。基本情報をおさらいしておきましょう、うん。原産地こちらははっきりとあります台湾でございます。はい。ベースとなっている魚は、マグロ、うん、製法はサラダ油漬けということで、うん、提供者はこれもゆうたかしさんですね、はい、はい、ありがとうございます。任せてください、はいはい。試合前のコメントですね、はい、オールドフィッシャーマンシリーズは結構あるということで、うん、これ有名なシリーズなんですけれども、ね、食べた記憶はないけれどなぜか有名で嫌な予感がするというコメントをいただいてますね。はい、まあ、本当ね、はい、オールドフィッシャーマンシリーズ有名ですからね、うん、有名ですからね、はいはい、ということでこちらのね2つな間の戦いとなっていきます。はい、では早速参りましょう、うん、まずは赤王杯海底鶏から試食となります、はい、まずはパンパペのピ、はい、ね、開封の儀ね、あ、開封の儀です、開封の儀、パイプのピ、パイプのピね、いきたいと思います。じゃあ、はい、ゆうさんからいいですかね。いいですか。じゃあゆうさん、それでは開けちゃってください。皆さん、はい、お静かにお願いします、はい、ね、お願いいたします。はい、やべ初めてだ、ビンビンビン、さあツナ缶開きましたけれども、ちょっと状況的にちょっとまずい状況ですかね。サラサラです、サラサラです。じゃあちょっとワイカメで追ってみましょう。どんな感じになってますか。水分多めですね。そう、だいぶサラサラです。あ、サラサラですね。見える、みずみずしい。はい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 。でも色はなんか普通な感じですね。気になるな、怖いなこれ。下を置くお皿を1個いただけ、そうですね、はい。じゃあ早速これ試食となりますので、はい、ちょっと食べていっていただきたいと思いますよ、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、分けてね、食べてくださいね。ほぐれやすくていいですねこれね。そうですね、うん、食べやすいですよこれきっと。ツナ缶食べて嬉しいことあんの基本的に。聞きたいんだけどさ。いただきます。あ、もうのりちゃん早い、食べきった、ペロッと。まずまずの安定感ですね。安定感、うん、どう、なんか味濃いとか脂っこいとかあります。いや、ちょっとこれはもう懐かしいぐらいのよく食べ慣れてる感じがしますね。なんか、はい、ミキさんも安定してる感じですか、うん、日本のツナ缶ってことそうですね、持ってもおかしい、うん、日本のツナ缶な感じがする、うんうん、脂感とかいかがですか。結構脂強い感じですか。そんなに強くないと思いましたね、私は。最近僕油っこいのダメなんですけど、はい、ちょっと強い気がする。強い、うん、ちょいとね。でもあのそんなくどくはないから、うん、すごい食べやすいですね、はいはい。ただなんかずっと噛んでるとやっぱボニート出てきますね。ボニート出てくる、うん、ボニート感ね。カツオ感がすごいですね。じゃあ次行きましょうか、うん、はい、次行きますか。次は同栄、何でしたっけ。同栄宝魚、同栄なんだっけ、同栄遊魚、同栄遊魚、遊魚、はい、こちらも缶掛け音、うん、缶は、缶は、あー、ごめん、缶か、缶どれだっけ。缶ね、同栄遊魚だよ。これか、それだね、これですね。じゃあちょっとこれもちょっとワイカメで一応舐めてみますか。はい、こんな感じ。おじいさん、おじいさんみたいな、おじいさんみたい。あ、来た来た、おじいさんね、魚釣ってますね、うん、大丈夫、はい、大丈夫ですよ。斬新なパッケージですね。はい、いいでしょ。あ、これ次誰やる。あ、やってください。あ、じゃあのりちゃん行きましょうか。ゆうさんは開けるとちょっと忙しいからね。2人で開けてもらいましょうかね。はい、ちょっと待ってね、待って、あの、いろいろかけなきゃいけないからね。はいはいはい、じゃあいいですかね。はい、じゃあ開封、パイプのピ、パイプのペ、お願いします。お願いします。ちょっと真似しました。
かない。開かない。開かないじゃん。おい。おじいさんに届きました意外に。はい。じっちゃん。じっちゃんが嫌がってましたよちょっと。じっちゃん。ね、じっちゃんの何かけてねすごかったからね。じゃあちょっと中身見てみましょうか。はい。どんな感じですか。なんか同じっぽいね、あのさっきの、でも、ね、さっきのよりちょっと白っぽいんですよ。あ、ほんと、うん、比べるとでもなんかアジアのツナ缶の特徴として、うん、非常に水がなんか多い感があるよね。あ、油というか水分量がね。油というか水分量がね。あ、それはあるあるある、うん、確かに。じゃあこれもちょっと試食、ね、はい、していきましょう。実は私あのライブがあるんですけれども、ね、こんな状態でできるのかっていう気がほんとしてるんですよね。ならできるよ。フスコでもうめっちゃ飲みますか、ほんと。ね、え、何？何でもないですよ、はい。今ちょっとね、いっぱいいっぱい。そう、いっぱいいっぱいですよね。はい、ありがとう。はい、分けました。じゃあ皆さん、はい、食べてください。はい、試食お願いいたします。たくさん噛んだ方がいいですか。うん、やっぱ味をね、見ないと。さあ、味いかがですか。うんうん、もうさっきの缶の方が塩気が強いと思う、うん、こっちの方が塩気があれかな、うん、弱い、マイルドな感じがする、うん、確かに。あとほぐれやすいよね、うん、こっちの方がね。なんか食べてる感っていうか、なんかね、ツナの味を楽しむんだったらこっちじゃなくてさっきのかなって気がするんだよね。ほう、うん、難しいとこだけど、これ難しいですよ、私、うん、どうしよう。いやでもこれもう主観なんで、はい、あの2つ比べてどっちがいいかっていうのも本当にそれだけなんでね。はい、はい、じゃあ早速もういっちゃいましょうかね。いっちゃいましょうか、はい。評価に参りたいと思います。はい、美味しかったと思うツナ缶の方の札をね、あげてください。 こういう感じでね、あの AB のやつがありますんで、はい、はい、A がなんだっけ、 A がレッドイーグルですね。 A がレッドイーグル、はい、で B がおじいちゃん。おじいちゃん、はい、うん、じゃあどちらが美味しかったか一斉に上げていただきたいと思います。はい、それでは参りましょう、うん、いきますよ、はい、せーの、ドン。 A、A、B ということで、おー、分かれちゃったこの試合はレッドイーグル、うん、ね、海底取りの勝ちとなります。はい、ありがとうございます。すごい戦いでしたね。はい。じゃあレッドイーグル、うん、はい、じゃない方は、うん、もう捨てちゃってもらっていいです。あ、これだっけ ？B の方だよね。あ、レッドイーグルじゃない方。はい、はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。潔がいいですね。潔い最後までいいですね。ということで初戦はねレッドイーグルの勝ちでしたけれども、はい、さあではどんどん参りましょう。はい、続いてアジア予選、うん、第2回戦こちら。はい、このツナ缶の対戦するのは。このツナ缶です。静岡いいとこ一度はおいで。高級感あふれる赤と金の缶、そして大きく記されたマグロの文字はそれだけで審査員団に安心感を与えます。ずっしり重たい缶の中には魚と油だけではなくきっと夢と希望が詰まってる。日本代表大和SHC ホワイトツナーゆずけはいはい、じゃあこっち B にさしましょうかね。はい、ありがとうございます。このツナがですね、はい、この金と赤のパッケージが特徴的な、うん、そして真ん中のマグロっていうね、おしゃれ、この大きな字がいいっすね。うん、はいはい、じゃあこれなんですけれども、うん、まあ、ワイカメいきますか。ワイカメ、はい、じゃあ缶持ってもらっていいですかね。はいね、どっちかね、瀬戸内頑張って。マグロ、これをマグロ、あ、なんか絵的にいいねうん、なんかある、こういうの、こういうパッケージあるようん、くるくると回っててね、もう一回大きくマグロ、はい、いいですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございますね。じゃあ基本情報おさらいしておきましょう、はい、原産地は日本の静岡、うん、焼津港で御前崎港
でね、なんか水揚げされたやつらしいですよ、はい、ベースになってる魚はマグロで、製法は柚漬けになってます、はいはい、でこれあの森ちゃんですね、あの準レギュラーの森ちゃんから提供していただきました、みんな大好き森ちゃんですね、はい、TPS 森ちゃんですね、そうです、はいはい、結婚式でわけのわからない司会をして大賓縮を買ったっていうあの森ちゃんですけれどもそうだ、はい、まあ、彼からいただいたものですね、ありがとうございます、はい、で試合前のコメント、ゆぱくが届いたなと思ったんですね、そしたら中身がつながんでした、はいね、であと宛名の文字がやたらと綺麗だった記憶がございますね、確かに、はい、ありがとうございます、じゃあ綺麗だといいですね、はい、はい、パンパペの P いきますか、開封の儀ね、早速、はい、はい、じゃあなんだっけ、ゆきさん、なんだっけちょっとみゆきさんの子じゃない、みゆきさんの子じゃない、じゃあみゆきさん、じゃあ開けていただいていいですか、はい、はい、じゃあお願いします、いかがでしたでしょうか。いや、やっぱりあの日本製のツナ缶ね、安定してますよね。開けやすい、ね、はい、じゃあワイカメ行ってみましょう。この忙しいですね、この番組 ねなかなかやる、固まってますね、綺麗、これだ、うん、こういうのだよ、やっぱりビンナガマグロだからなんでしょうね、非常に白くて、うん、でブロック状のままに、作ってるというのが特徴的なツナ缶になってますね、素晴らしいよ、はい、じゃあこれ食べていきましょう、うん、美味しいね、忙しいですね、ありがとう、そうですね、私も使ってみましょう、あ、結構固め、買って固めのツナ缶になってますと、あのね、もうしっかりギュイギュイ詰まってる、おー、ぎっしり詰まってます、ぎっしり感がすごい、ギュギュだね、もうギュッとしてってやつですね、あー、なんかどっかの先生みたいですね、え、それ何の先生ですかそれわかんないんだけどね、ギュッとするんだよ、いいな、みんな軽く軽食食べてるじゃないですか放送前に僕食べてないし、はい、食べれないからさ、お腹すきました、いやお腹すきましたね、食った方がいいと思う絶対、次のあのなね、そうですね、次のっていうかこれ食っちゃった方が絶対いいと思うよ、うん、いいの一口、いやいいよいいよ、いっちゃっていっちゃって、はい、本当にさあ、それでは試食です、参りましょう、お願いいたします、はい、いただきます、これすげえぞ、硬い、うん、うん、あー、なるほど、うん、笑顔が見えますね、うん、笑顔が見えておりますけれども、うんうん、はいはいはい、あの、魚食べてる感は半端ないですね、あ、ほんと、うん、魚って感じがしますね、うんうん、え、どういうこと、それは魚の旨味っていうこと、それとももうなんか身がギュって詰まってるから噛まないとほぐれない全然、あ、さっきあの前の2巻台湾系中国系と全然違って、うん、もうやっぱ全然オイルが少ないのよ、もう全然見えないぐらいで、うん、これはね本当に魚の味を食べたい人はこれだと思います、なるほどね、みゆきさんいかがでした、おいしいおいしいおいしい、うん、どこがいい、これ買うんだったらこれやっぱりさ、うん、魚っていうか、なんていうの、でもちょっと前のやつ忘れちゃったんですよちょっと食べてみてもらってもいいですよ、いいですよ、ね、あ、そうですね、どう、のりちゃん、どう、確かにあの、焼き魚とかを食べてる食感に近いですよね、あ、はい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 、ちょっと歯応えっていうと、なるほどね、うんうんうん、あ、そんな感じなんだ、うん、結構ガッツリ魚っていう感じはやっぱりしてます、うん、でもそんなにしょっぱくないですよね、これね、うん、しょっぱくない、うん、でも、ま、中の二人女性陣はもう前の一回食べてみるってまあ重要ですよ、重要、食べちゃった、うん、じゃあ行きましょうか、あ、これどうしようかな、難しいな、さあ評価に移りたいと思います、前のツナ缶と今のツナ缶とどちらが美味しかったか、うん、美味しかった方のツナ缶をあげてください、 A の方がレッドイーグルね、レッドイーグルで、はいはい、B の方が今回の赤いマグロ、うん、はい、はい、じゃあどちらが美味しかったか教えてください、一斉に参りましょう、いきますよ、難しいな、せーのドン、お、A ということで全員一致しちゃった、あら、これは何、まさかの、まさかのレッドイーグルが勝ち残りですと、そうですね、はい、レッドイーグル勝ち残り、おいしい、せられたせられた、すごい、しかも満場一致で何、レッドイーグルの方が美味しいわけ、あのね、ちょっと衝撃でしたね、これこれあれでしょう、なんかフランス負けた感ありますよね、これねサッカーで本当ブラジル、日本代表がブラジルに 5-0 で勝ったと、うん、みたいな感じ、すごいね、うん、
ちょっと番狂わせでしたね。番狂わせです、これは。はい、じゃあ最後いきましょうか、はい、アジア予選最後のツナ缶、うん、ちょっと待ってね、これかな、これだ、はい、こちらでございます。ねえ知ってる？沖縄の人たちはなぜかツナ缶が大好きで、日本一の消費量を誇るんだよ。それに箱買いするのが常識なんだよ。そんな中、一缶で横浜までやってきたんだよ。メソレー日本代表なんとか川紹介、何川だっけ、脇川紹介ベストマグロフレーク湯漬け。ね、ベグロだってベグロだってベストマグロフレーク湯漬け、うん、ね、やってきましたね。来ました。いやー、なんかあれなんですね、沖縄ね、うん、消費量がすごいんですってね、沖縄はね。何でもツナつけるんでしょみたいですね、うん、サラダにも何でも、うん、いや、基本情報確認しておきましょう、はい、原産地は実はこれ、はい、タイです。あ、そうなんだい。です、沖縄で取れたツナを使ってるわけではないです。あ、そうなんだね。はい、ベースとなってる魚はマグロ、うん、で製法は湯漬け、はいはい、提供者は優高橋、はい、ね、ほとんど僕ですね。はい、で試合前のコメントですけれども、はい、自分でベストと言っていったため、うん、アジア予選の最後にエントリーしてやりました、はい、ちなみに買ったのは、うん、リューボというお店でございます。はい、はい、よくわかんないところでした ね、ありがとうございます、はい、いや楽しみですね、沖縄ツナ缶。ごめんなさい、これですね、はい、はい、じゃ まだ捨ててなかったのね。はい、なんかいいね、こう赤白ってなんか楽しい気分になるよね。ちょっとあのギザギザがね、うん、ちょっと美味しさを演出してますよね。そう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 、はい、いいですね、いい感じですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ早速パンパケいきますか。はい、パンパケ、パンパケ、パンパケ、じゃあいいですよ、あのノリスケやっちゃってください。これはだからさっきのがトラウマだから、ね、大丈夫大丈夫大丈夫しましたよね、すごかったですね。これはちょっと缶のせいじゃなくて私が不器用だっていう可能性があの否めないなと思いました。じゃあちょっと見てもらっていいですか。やかに、あーすごいよこれ、ま、これすごいな、このしるしる感すごいですね、うん、マグロスープになっちゃってますねこれね。マグロスープですね、すげーなー。だから南の方行くとどんどん汁気増えるのかな出てきちゃいますね、うん、ツナ缶私が開けるにしましょうかね。そうです ね、しし、お願いしていいですか。はい、やっぱプロがやった方がいいですね、うん、これはね、プロがいいよ、プロがいいよ、はい、うん、伊達に40回以上開けてませんからね本当に、はい、うん、じゃあ早速試食の方ね、いきたいと思います。ありがとう。ちょっと BGM 落としましょうかね、今日ちょっとね厚めですね BG がね。すいませんね、あの開けたり動かしたり、ね、忙しいですからね、うん、ごめんなさいね、言っていただけると助かりますね、ありがとうございます。そこ放送乗っちゃうんでね、うん、はい、ありがとうございます。はい、さあじゃあ食べちゃってください。まさかの台湾ツナ缶の勝ち残り、さあこれに対して日本勢どのように戦っていくのでしょうか。試食の時間でございます、それでは一斉にどうぞ。いただきます。いただきます。うんうんうん、わかんねえよもう、うん、いや、塩分がやっぱりちょっと効いてますよね、塩分効いてる、うん、確かになんか塩分は効いて、でもさっきの台湾に比べたら、うん、まあ、控えめ、控えめですね、そうそうそう、はい、ちょっと水水しさがちょっとある、うん、ほう、そうそうそう、うん、難しいな、魚の旨味感っていうのが、まだ戻ったね、魚の旨味感っていうのが台湾の方が強い気がするんですよ、ね、旨味感、うん、旨味感、これちょっとツナ缶新時代ですね開催国だからって甘くしないっていうね、甘いね、そうね、そう、ひいきは、エコひいきはしません。あれなんかちょっともう一回台湾だそれ、うん、食べさ、レッドイーグル食べさせてもらってもいいですかね。何、はい、レッドイーグルまさかのってやつですか、これもしかして。味が、うん、する、しっかり味がしっかりする、うん、はい、はいはいはい、出ました、いいですか。ああ
これでもちょっと待って、あ難しいな、難しいな、決まりました、ちょっと待ってね、もうこれでアジア代表決まりますから、ちょっと待ってください、はい、あとね若干押してますんで、そうはい決めました決めました、いいですか、決めました、いいですか、大丈夫ですか、うん、はい、じゃあ評価参りましょう、はい、評価ですございます、前のツナ缶と今のツナ缶とどちらが美味しかったか、うん、美味しかったと思うツナ缶の札を開けてください、はい、A がレッドイーグル、うん、B が今回の沖縄ツナ缶ですね、うん、それでは参りましょう、一斉に参りますよ、はい、せーのどん、 B、A、A ということであらあれ、まさかの海底取り、うん、勝ち残りでございます、そうきましたか、いやこれ日本勢ちょっと、ま、残念でしたね、そうですか、いやね、うん、2大会連覇がかかってたんですけれども、確かにちょっとダメでしたね、まさかの番狂わせ、はい、起きてしまいましたね、ということで、はいはい、アジア予選の結果、うん、見事勝ち抜きを果たしましたのは、うん、なんだっけ、レッドイーグルね、そうです、海底取りでございます、はい、このツナ缶が決勝へと駒を進めます、はい、さあいかがでしたかここまで、食べてみて、ちょっと意外な結果でしたね、はい、なんか日本のやつでなんかやっぱ味が抑えめなのかな、今お腹が空いてるからかもしれないけど、はい、味が濃いのを欲してるっていう、なるほどね、その結果台湾になったって可能性もありますが、はい、ただもうこれはね満場一致なので、はい、台湾です、わかりました、はい、ありがとうございました、うん、さあ、お届けしましたアジア予選、うん、この後ミニコーナーを挟んで次はですね欧州の予選に行きたいと思います、楽しみですね、はい、食べてます、それではこの後も続きます、八架，嗯，对吧？这里这边，这里先先报，先休息，先休息，慢点，这里这里，我这里电话在这儿，我在这儿，这是我的吧？啊 ，You and all， 再到几弄 ？Cross over， 雷迪用，啊，爸爸，爸爸，谢谢，谢谢 ，You。13分越しでお届けしておりますクロストークレディオ T1 グランプリ2014、ね、打ち合わせと違うんですけれども、ここにエコーは必要ありませんでしたさ あここまでミスも目立っておりますけれども、ゆうさんいかがでしょうか。いやちょっと手がベタベタ拭きますか、でちょっと拭いてもらっていいですか。ただやっぱ国による違いっていうのは出てますね、本当に。ほうほうほう、うん、やっぱ日本はさっぱりですよ。あ、本当、うん、で海外はしっかり味付けがやっぱ多いんだなって思いますね。だからやっぱそのなんですか、サンドイッチに挟んでもちゃんと味が主張されるという状態なんですかね、はい、なるほど、うん、みゆきさん、はい、いかがですか。うん、そうですね台湾ってどうしたんですか台湾のやつはですね、そのまんま食べてしっかりお魚の味が濃く出てるっていう、まあ、なるほど、ゆうさんの繰り返しになっちゃうんですか。いや、まあ、いいですよ、いいですよ、日本がさっぱりですね、はい、はい、ありがとうございますもうなんかさっきから見てるとすっげー真剣にジャッジをしてくれていましてあくまでこれ娯楽番組なんでもう適当でいいんで、いやいや楽しいですよ、楽しいですよはい、もっと適当にどんどん喋っていってくださいね、適当なことね、はい、了解です、了解です、はい、じゃあこのコーナーではですね、このお時間はですね、今回もですね、いろんなツナ缶エントリーしてくれたんですけれども、やっぱりレギュレーション違反でですね、出れなかった人たちがいるということで、その人たちをちょっとやっつけていくというコーナーになっておりますそうね、はい、レギュレーション違反題しまして、このコーナーこういう名前です、はい、デスパレートなツナたちそんなに面白かったですかね。これ大好きです。本ですか。デスパレートなツナたち。ツナたちですね。はい。このコーナーでは残念ながら T1 本戦に出れなかったけれど、はい、紹介せざるを得ないツナ缶たちを紹介していくセックス&ザシティなコーナーでございます。デスパレートだけどセックス&ザ。はい。もう訳がわからない。訳がわからない。混ぜまくってます。アメリカだっていうとこぐらいですかね。そうですね。はい。じゃあどんどん行きましょう。まずはこちらの缶でございます。はい。ですね。うん、もう。サバって書いてあるんですね。またおじいちゃんじゃないですか、はい、サバとトマトソースの缶だそうでございます。台湾ですね、はい、で、よく見ていただけると分かるんですけれども、オールドフィッシャーマンね、おじいちゃんがこういう風に映っております。おじいちゃんがこういう風にね映ってるんですね。お
ちゃん。あ、ありがとうございます。じゃあこれちょっと早速食べていきたいと思いますよ、はい、缶開けましょう、はい、私に渡してください、はいはい、じゃあ参りましょう。プロの技お見せいたしましょう、はい、パンパペのペポップバイピパップ、お願いしますだね。赤いよ。ちょっとゆうさん、エコー切るの早めに切ってください。はい。赤いよ、またちょっと。うわ、強烈だね。まあでもトマトソース缶ですからね、赤いのはそれは当然なんですけれども、はい、じゃあちょっと食べていきましょう、はい、これ心配してること1個ありまして、これさ、予想っちゃう？もうこのまま、うん、いや、食べちゃいましょう、食べちゃいましょう、はい、いっちゃいましょう、いっちゃいましょう、骨があるって書いてありましたね、はい、あと水ボン、サバだからね、あー、ツナじゃないから、やばい、なに、味は取れない、魚がこれ一貫で食卓の今日の晩ご飯でいいんじゃないかな、あそういうイメージ、骨がいっぱいある、味が濃いですね、まずい、美味しい、みゆきさんがね、食べれ、なに、みゆきさんがね、魚を取ったふりして、うん、結局なんかスープだけ取ったところが、じゃあそれは、あ、そういう感じ、ね、背骨みたいな、骨が、骨を取っちゃったのね、ちょ、ちょうだい、ちょ、ちょうだい、私もちょっと食べたいです、食べたい、僕も食べたい、お腹減った、そうだね、うん、これちなみに今日のこのデスパレートなツナたち、あのお気に入りの方をゲストのお二人の皆さん、お二人にですね、お持ち帰りいただきますので、マジですか、はい、強制的に、マジで、ああ、私これ好きですよ、本当、はい、まあ、サバ缶ですからね、サバトマトソースだからね、やばい、骨が、私骨ばっかり取っちゃってる、サバ好きにはたまんないですね、これね、美味しいですよね、あ、美味しい、美味しい、でも全然これ一品で、これパスタの上に乗っけたら美味しい、あ、本当に、そう、それはいける、ダメ、チーズ絶対合いますよ、これダメだな、ゆうさんダメだって、私ね、いけるいける、うん、美味しい、チーズをちょっとバカスカ乗せて食べたい、どう、これサバ缶じゃないですか普通に、うん、ね、そう、サバ缶、美味しいですよね、うん、美味しい、なんかね、トマト感が少ないよね、ちょっとね、まあそうですね、うん、なんかやっぱサバの味が強すぎて、うん、骨がすごいんですよ、そうだね、骨だけちょっと気をつけないと、うん、これ美味しい、でもこれ煮てあるから食えるんじゃないの、うん、これは、え、俺普通にこれ美味しいですね、私も好きです、これ全然晩ご飯ですね、いけます、晩ご飯、はい、食卓で全然、あ、なんだ、ちょっとビビった割には全然平気でしたね、美味しかったです、はい、じゃあ2缶目いきましょうか、はい、もうこれをね、ほんとに本当に嫌なんですよね、この後が嫌だな、ほんと本当に開けたくない、こちらなんですけれども、匂いが、あー、そういうやつ、これもね、ちょっと注目してほしいのは、これ中国からなんですけれども、これ読めないんですけど、あのね、去年の忌まわしい記憶でございますよ、五香って書いてありますよね、五香なんですよ、五香って5スパイシーズってことで5つのスパイスが入ってる、まあ多分辛いんですけれども、で、五香の大花魚っていう、なんか謎の魚、ね、そしてこれね、うん、画像でも見ていただきましたけれども、長細いんですよこの缶が、で、もうね、怖いですよねこれなんなのこれなんでユウさんはこのあえてのレギュレーション違反を買ってくるのか本当にやめてほしい、本当に、普通のツナ缶ばっかりじゃ面白くないじゃない、まあね、まあ、そうなんだけど、うん、で、本当に海外行ってもうそれしかスーパーに売ってなかったらどうするの、みんな、それではパンパップのピーマリマポーパー巻いてますからね、ポルパイピーパップしてんのよ、さすが、さすが、力づく、うん、え、さやだうわー、あー、やです、匂い嗅ぎたくない、これ匂い嗅ぎたくないな、え、まだこっちまで来ないよ、うわー、じゃあゆうさんに食べてもらいましょうかね、はい、ね、責任持ってね、こんな感じ、うわー、ちょっと私匂いから言っています、匂いはこれ、あの猫のご飯の売り場で嗅いだことがある匂いですねそう、ペットフードの方よりの感じですね、うん、ちょっと、あ、はい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 、なに、みりん干し的な感じ、あ、あ、そういうことか、近いかもね、うん、近いかもしれない、はいはいはい、お、あの油っ気とか全然ないですね、はい、じゃあ早速ね、全部食べていただきましょう、いや、全部は無理だろえ、全部は無理だろ、責任は取っていただき、これもゆうさんもお持ち帰りってことでね、ありがとうございます、うわ、でもこれ持った状態で車に寄せたくないな進んでない、なんかちょっと口、噛み方控えめじゃないですか、ちょっとどうかしら、相良高橋さんいかがですか、ほんと、え、いや、聞こえてるでしょあなた、ほんと、ちょっと、あ、
味は、まず味からいこう。味何、どんな、そんなあの濃い味じゃない、はあ、なんか、はあ、軽く、なんだろうな、ひ干物的に、なんて言うんだろう、美味しいよ。あ、そう、うん、じゃあちょっと干物的、食べれる食べれる食べれる、うん、おい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 、なんて、やっぱみりん干し的なイメージなんですかね。なんか癖があるわけではなく、味も多分、確かこれ淡白な魚のやつだよね、白身魚のね、はあはあ、うん、だからね、全然魚の臭みとか全然ないから、あ、食べれますよ。別に味は、うん、あれですね、なんか臭くもなくまずくもなく、うん、そうそうそう、はい、どうせどっち、定食で言うと小鉢かな。あ、小鉢ポジションですね、うん、たまにお通しで出てくるよね、そうね、そうそうそう、そうそうそう、お通し的な、うんうん、メインじゃないな、そう、本命にはちょっとならないけれども、うん、もう瀬戸っちが無言で向こうに置く、一番遠いところに置くっていうのはなんか嫌な気がしますけどね。どう、ダメダメ、あかん、瀬戸っち的にはダメ、これは美味しくはないでしょ。思わず咳込んじゃ、うん、ちょっとね、好んでは買わないかもしれないですね、うん、これは何があれって、ちょっと小骨がすごいのね、うん、うん、なんかこの危険な油の感じがするのが、うん、やっぱ僕ダメですね。わかる。うわー、まあこうじゃなきゃね、デスパレートはやっぱね。いや、そうです。さすがデスパレートだっていう。まあ、こうじゃなきゃね。やっぱこういうのないとダメでしょ。ダメだね。あー、なるほど。まあということでね、まだまだいろんなツナ缶が、うん、もう今ね、喋ってるこのさ、口のが臭いんだよね、今ね、自分で感じてる。わかる。いろんな缶詰ね、ありますんでね、はい、今後も注意して見つけて、紹介して、ゆうさんに食べさせていきたいと思います。ゆうさんに食べさせていきたい。以上、デスパレートのツナたちでした。それではいよいよ、欧米予選です。ねえ、知ってる？ユウさんが運転するレンタカーって瀬戸地が運転する原付より遅いらしいよ。ユウ&瀬戸地のクロストークレディオ。T1 グランプリ2014欧米予選。頑張るぞ。さて、ここからは T1 グランプリ2014欧米予選でございます。今回欧米地域からはなんと3カ国、うんうん、そして計4ツナ缶のエントリーがありました。しね、この予選ではですね、その中から1缶だけアジア代表となる、じゃアジアじゃない、欧米ですね、欧米代表となるツナ缶を決定いたします。果たしてどのツナ缶が予選を勝ち抜くのでしょうか。気になりますね。はい、じゃあ早速も参りましょう、はい、時間もしてますので、はい、1つ目のツナ缶はこちらだよ。おい、お前ら今年も出てやったよ。何、俺のこと忘れたって？そんなこと言わせねえからよ。とりあえずナトリウムはマジ少ねえからよ。しかもビンナガマグロはビンチョウじゃねえんだよ。アメリカ代表サンキストちゃんが巻いたアルパカ2だよ。もうほとんど何言ってるか分かりませんでしたけどね。改めてご紹介しましょう。スターキストチャンクホワイトアルバコアツナでございます。そうですね。みゆきさん、はい、アルバコアってどういう意味ですか。なんだっけ、私もあんまり、うん、分かんない。これビンナガって意味なんですけど、うん、あ、そうなんですね、はい、アルバコアツナでビンナガマグロっていう意味らしいですね。すみません、ご存知かなと思って振ったらなんかごめんなさいでした。いや、すみませんでした。はい、基本情報をおさらいしておきましょう。原産地不明です。でもアメリカですね、はい、でベースとなっている魚はビンナガマグロ。はい、製法はこちらは水煮になっております。ほうほうほう。で、私が買ってきました。さすが、ね、ありがとうございます。はい、でコメントですけれども、ユウさんは前回大会でスターキストの声をやってしまったがために今回練習する羽目になりました。そうですね、朝前回の放送を聞いて練習してきたそうです。そうです。ビンナガマグロなのでその味にちょっと期待をしたいなという感じですね。はい、美味しいですからね、ビンナガマグロ。ビンナガはね、うん、美味しいですから、はい、はい、じゃあ実際にはこちらになっております。あ、なんかかっこいいよね、あのアメリカって感じな感じですね。そう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 。でこいつですね、こいつがあのスターキスだよ。そうですね、こう CV 高橋優でやっておりますけれども、いやいや、はい、早くあげてくれよ。もう食べたいんだよ、早く。あ、食われんだ俺。おい、食うなよ。おい、食うなよ。はい、ありがとうございます。はい、
じゃあパンパペのペ、あ、じゃないや、パンパペじゃねえや、先にこれと対戦するツナ缶を紹介したいと思います。このスターキストアルバコアツナと対戦するツナ缶はこちらでございます。僕自然派なんで、世界的に有名なあの会社のサイトの近くにある比較的高級な食材を扱ってるアメリカのスーパーで販売されていたツナ缶を一本釣り、クラウンの名にふさわしい味わいをご堪能あれ。アメリカ代表クラウンプリンス、トンゴチューナー。はい、ありがとうございます。なんだっけ、クラウンプリンスのチャンクライとトンゴルツナ、ね、登場でございます。基本情報をおさらいしておきましょう。これは何だっけ、原産国がタイですかね。タイです、はい、ベースとなってる魚はマグロ、はい、製法は水煮、水煮、提供者はユウタカハシの大先輩、そうです、ね、うん、コメントいただいてます。トンゴルツナとは、うん、コシナガマグロのことでありまして、日本ではあまり見かけることがない、マグロだということだそうです、まあ、地域によってはですね、刺身や焼き物にして食べるらしいんですけれども、いずれにしろ日本では珍しい、ツナ、あ、そうなんですね、マグロというものが扱われている。でもね、あの海外では結構なんですか、あの結構メジャーなツナガみたいですよ。そうなんだ、はい、まあいいでしょう、こんなんです。はい、じゃあ早速パンパペ、はい、いきましょうか。じゃあまずはあ、スターキストだよ、これよろしく。あ、もう開けちゃうのかよ。開けるよ、開けちゃった、開けないでくれ。はい、お願いします。スムーズでしたね。いいね、いい開け方でした。いい開け方、油こぼれないように気をつけてくださいね。いやー、よかった。ちょっとお皿1個もらえますか、これやるのに。いやー、あの非常にスムーズに開きました。そしてですね、はいはい、綺麗ですね、うん、水とそのブロック感が綺麗に融合してる感じがしますね。本当だ、綺麗な色だ。はい、いいですね。じゃあこれも早速食べていきたいと思います。お願いします。このまま食っちゃう、うん、そうだね。このままいきましょうか、うん、いっちゃいましょうか。はい、硬い、これがしっかり系だね。プロにほぐしてもらいましょう。はい、これもブロック系、やっぱビンナガマグロはあのブロックで提供されることが多いんですかね、うん、なんか見た目さっぱりそうな感じ、うんうん、なんかさっきのあの確かに、ね、日本のマグロのあの、うん、魚の特徴上あれなのかね、こうしっかり身を詰めやすいのかもね、うんうん、じゃあいただいちゃっていいですか。はいはい、いっちゃってください。あ、うん、うん、水煮、水煮、うん、水煮、あ、オイル感はないですね。へー、うん、じゃあさっぱりだね。もうさっぱりすぎですよこれ。あー、うん、やっぱりあれ日本超えてくるぐらいのさっぱり感じ、ね、うん、そんなさっぱりなの。これはね、なんか混ぜた方がいいですね、うんうん、なんだろう、サラダとかあのさドレッシングかける系を、缶詰成分溶け出てないですかこれ、うん、なんかちょっと金属感がちょっと口に残りますよね。そうそう、金属臭しない、うん、なんかこれはアジアに勝てない気がするけど、この感じ。まあまだあるんで、あれ。あれ？すごいさっぱりじゃない？やばい、ちょパサパサしちゃってちょっと喋れないよこれ。あの水分が欲しいですねこれね。はい、ただ、うん、なんだろうこれ、本当に料理で使わないとダメ。そうですね。で、しかも味が濃いやつ、うん、で水分あるからトマトソースとか。そう。ツナとトマトソースのパスタみたいなやつで、うん、こうしっかり味付けてあげないと。これ一人だと何もできないです。何もできないですね。こいつだけじゃちょっと戦えない感じ、うん、戦えない、戦えない、うん、これはナトリウムが武器持ってないね。ナトリウムが少ないベリーロー サディウムだったっけ、急に書いてあるんですけど、はい、あ、お塩が少ないのかかもしれないですよね。なんかそのさっぱりしたものを求めてる人用のものかもしれませんね、うん、はい、ちょっとさっぱりすぎだよねでもね、うんうん、じゃあ続きまして参りましょうか、はいはい、次はクラウン、うん、クラウンなんだっけ、クラウンゲート、違うな、違うね、クラウンプリンストングルツナ、はい、じゃあクラウンプリンスのパンパペ、はい、いきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。あ、そう、私が、これはいい、うん、あれ、スムーズで、うん、これスムーズに開きますけど、うん、雰囲気はさっきと同じですね、うん、あ、また水煮だから、あ、水煮だもんね、なんかね、あっさりしてる感があるこれ、はい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 、なんですかね、確かにもう本当あのカメラ越しの映像はほぼ一緒ですからね、はい、うん、じゃあこれちょっと食べていきたいと思いますよ。はい、どんどんいきましょうね。
ちゃっていいですか。どうぞ、もうどんどん行きましょう。あ、また硬いのかな、これ。あ、こぼれちゃうから気をつけてね。はいはい、はい。あ、ちょっとこれはなかなかね、難しいんですよ、ファーストタッチが。ファーストタッチがね、うん、これもビンナガなのかもね。あ、違う違う、これはトンボルツナガ。でもこれはですね、うん、味がある。味がある。はい、あー、うん、味があるかな。あ、すごい、なんていうの、マグロの年輪っていうか、この身のぐるぐるは感じますね。はい、はいはいはい、身のぐるぐる身のぐるぐる感じちゃってこれは見た人しか通じない表現ですね、うん、まあわかりますけどね、うん、身のぐるぐる感ね。これはね、はいはいはい、さっきよりあの食塩が効いてて、うん、はいはい、あとかつ、なんていうのかな、水分がしっかり残ってるっていうのかな。あー、パサパサ感が少ない。パサパサ感がない、うん、あ、ほんと、うん、で、噛んでって、あのパサパサになるまでの時間が長いですね。あー、ほんとですか、うん、ジューシーな感じ、うん、そうそうそう、ジューシーな感じがいい表現ですね。さすが。はい、うん、じゃあ評価参りましょうか。はいはい、では、なんだっけ、 A が A がスターキストだよ。 A がスターキストで、 B がクラウンプリンス。そうです。さあ、どっちが美味しかったか教えてください。一斉に参りましょう、はい、いいですか。はい、せーの、ドン。満場一致で B ということで、スターキスト残念でした。はい、残念でした。はい、残念、バイバーイ。バイバーイ。A のやつはバイバイかな。こっちか、こっちかな。はい、下に捨てていいんですよ。はい。ごめんね。ぽい。はい、バイバーイ。ああ、画面揺れましたね。はい、ごめんなさいね。いや、いいんですよ。さあ、じゃあ続いてまいりましょうか。はい、このクラウンプリンスに立ち向かうツナ缶、うんうん、それはなんとですね、のりちゃんが持ってきてくれ た, あ, あ, いたあいつがやってきますよ楽しみ。はい、ご紹介お願いいたします。はい、世界中探せばどこにだってツナ缶はあるね。ニョロニョロも住んでるフィンランドから満を持して登場。実はこのツナ缶、日本で言えばトップバリューみたいなもんなんです。でも絶対美味しいはず。フィンランド代表、ピルカ・トニカラパラロありがとうございます。ですね、ちょっと今、はい、トラブルが起こって、しまいましてですね。はい、大丈夫ですかね。ちょっと待ってくださいね、うん、オンエアソーシーズのそこのツナ缶写真というところにですね、ですね、これのこれですね、フィンランドですね。あ、でもダメですね。あら、一回画面を大きくボンってしてみるのもダメですかね。そうそうそう、出てくるかな。出てきますね。出てきましたね。さすがですね。一番 これですかね。こういう感じですかね。はい、おかえり。こういうやつですね。はい、なんかシンプル、やっぱり見た目がね、うん、うん、じゃあ早速これもちょっと開けていきましょうか。あ、じゃあ基本情報か、ごめんなさい。はい、これはあ、ね、トニカラパラトってやつですね。トニカラパラト、はい、ね、原産地タイです。タイやっぱ強いですね。タイ強い、すごいね、うん、集まってくるね。ベースとなってる魚はマグロ、製法、うんうん、はゆずけ、うん、提供者はのりすけ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。試合前のコメントいただいてます。間違いやすいので言っておきたいんだけれども、うん、イケアはスウェーデン発祥であってフィンランド発祥じゃないからなと、はい、であとそれここで言うこと分かんないですけど、はい、うん、であとトニカラパラトっていうのは、うん、マグロの切り身っていう意味らしいです。へーへーへーだね、それね、はい、すごいよ今、あの、まあ、パワードバイグーグル翻訳なんですけれども、さすが、はい、さすがですね。はい、じゃあ、はい、開けてみ、いきましょうかね。いきましょうかね。あ、じゃあこんなやつです。はい、はい、いいね、北欧デザインシンプルでいいね、うん、一応見ていきますか。北欧、うん、シンプル、うん、こんな感じでね、こういうツナ缶の絵がワンポイントで分かって、ね、それ以外は綺麗にね、はい、で、このピ、なんだっけ、このなんていうんだっけ、これピルッカか。ピルッカっていうのが要はなんかそのプライベートブランドらしいんですよ。はいはいはい、あのフィンランドにあるそのなんですか、スーパーの、うんうんうん、でまあそういうやつらしい。へえ、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、キャンかけのけお願いします。まあ標準的な、なかなか控えめな音でしたね。やっぱあれですね、海外系一発目のファーストタッチの音良くないですね、うん、ちょっとそうですね、カンガーってないですね。カンガー系音っていう評価項目あったらちょっと厳しい感じですよね、うん、もうほぼゼロに近いですよね。はい、はい、でもいい感じにほぐれてまして、あ、綺麗ですね、やっぱ中身もね、うん、はいはいはい、いい感じですよ。じゃあ試食の方お願いいたします。はい、お願いします。では、あ、ほぐしやすい。あ、本当だ、ほぐれてる感じ、うん、本当だ。ゆず系なんで皆さんね、オイルに気をつけてくださいね。うん、
これはしっかりめですね、かなりしっかりめ、うん、油分も塩分もしっかりめ、はいはいはい、あ、ほんとだ、うん、身がしっかり詰まってますね、はい、これをですね、あ、油分も味もしっかりめ、うん、はい、じゃあ食べ応えがある感じで、あります、お、ちょっと買ってきたものとしてはなかなか、お、はい、うん、これは頑張っていただきたい、うんうん、あ、美味しい、うん、うん、ゆうさん好きみたいですね、うん、みゆさんこれ料理で使うとしたらどういう使い方ですかね、これはもう塩分があるので、うん、あのレタスの上に乗っけちゃうとか、あー、なるほどね、うん、もうサラダ的に食べちゃうから、そうそうそう、はいはい、なるほど、はい、じゃあいいですかね、ジャッジいっちゃっても、はい、はい、ゆうすけか、これはこの勝負はなかなかちょっとこうず、うん、難しいね、そういう感じなんだ、水煮のいいところと油分のいいところ、はい、そうですね、じゃあ A がフィンランドじゃない、A、フィンランドですね、 A がフィンランド、 B がアメリカ、アメリカ、さあどっちが勝つのでしょうか、ジャッジです、ちょっと待って、あ、こっちが、そうですね、はい、はい、B がフィンランド、 B がフィンランド、あ、B がフィンランド、 違う違う違う、こっちか、そうです、はい、うん、はい、では参りましょう、ジャッジです、一斉に参りますよ、せーの、ダン、お、 B、A、B ということで、なんだ、アメリカの勝ちですね、トングレッツナ、はい、勝ちに来ました、残念、ちょっとね味が濃すぎたね、うん、濃いね、うん、濃い、あ、本当にいっぱい食べたい、いっぱい食べたいっていうか、ツナ缶を食べたいときはいいけど、はい、ちょっと強いかなっていう気がしましたね、なるほど、で、はい、ちょっとすごいことになってますこちら、はい、ツナ缶だらけの敗者たちだよね、はい、あとデスパレートなツナたちと、はい、これどうすんだろうな俺本当にこれ持って帰らすからね本当に何言ってるか全然分かんないけど、ユウさんがね、はい、行かなかったことにしよう、うん、さあそれでは、勝ち抜いてまいりましたクラウンプリンス、いやさすがですね、プリンスのクラウンですからね、そうですねやっぱね、はい、こちらに立ち向かうツナ缶、うん、ね、最後のエントリーになりますけれども、うん、最後のツナ缶は21世紀枠での出場、はい、こちらのツナ缶です、学生時代にドイツ語やってたけど今回は全く役に立ちませんでした、ドイツ人を支える美味しいツナ缶、プルタブ方式じゃないけど前回はイギリスもそうだったから許してにゃん、味は保証するからさ、ドイツ代表エデカ・トゥンフィシーデケー、これか、はい、ああ、はいはいはい、大丈夫ですかね、何かおっしゃったかな、はい、いやこれねいいですよ、このあデザインがなんかすごい緑が入ってるんですね、なんか珍しいツナ缶ですよね、こうなんか緑色が主張してるのってあんまり見ない気がするんですけど、なんかこう、うん、何自然派っていうかこうベジタリアンみたいなのを意識してるのかわかんないですけど爽やかですよね、うん、爽やか、うん、そうベジタリアンじゃねえか、そうです、肉食ってからねツナの時点でそうだね、うん、ドイツ語僕取ってたんですけど、取らされてたんですけど、うん、全く読めませんね、読めない全く役に立たなかったその知識が、おかしいな、で残念ながらプルタブ方式じゃないので、はい、開けていただきますか、ね、開けちゃってください、はい、この音もまあいいかもね、このゴボゴボいってる感じのこの音ね、多少時間がかかりますかね、うん、これ、うん、そうなんです、ワイルドだね、うん、すごいスギちゃんみたいなもん、ね、すげえゴボゴボいってる時間もね、押してる中ね、ありがとうございますね、本当にショートカット、ショートカット、ショートカット、ショートカットで、はいはいはい、行きましょうね、いやありがとうございます、確かにね、今まで21世紀枠、前回も21世紀枠が優勝するっていう奇跡が起きましたからね、え、違いますよ、あれ2位か、決勝まで行ったんだけど、そうだ、2位だ、もう僅差で負けたんだよね、そうだそうだ、うん、数点差だったんだ、UK のツナ缶、サスティナブル良かったですよ、うん、あれあれあれれ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 、ちょっと待って、この色は何、この赤い、あれれれれ、赤い色は何、赤いよ、これはなんだ、おや、これ何、ドーピング見つかっちゃったんじゃないのこれボルシチみたいになってますけれども見た目はすごい美味しそうですよね赤いよ、なんか食欲はそそるよね、これさっきの何なんだっけ、あ、トマトの香りがする、あ、トマトの香りする、うん、トマトの香りがします、はいはいはい、それ、うん、あ、でもいいね、なんかいい、ね、とろみ感とかすごいなんか食欲そそる感じがしますね、そのままでおかずかも、うん、いただいちゃいましょうか、はい、はい、ちょっとください、原産地はベトナム、ベースとなってる魚はマグロだそうでございます、
製法はゆず系過去タブで、提供者はユウさんの欧州エージェントですね、エージェントからやってきたということ で、 であのエデカっていうのがあるんですけれども、このエデカ、ね、エデカもドイツの大きなスーパーマーケットチェーンでございまして、まあ、そこのブランドみたいですね。とりあえずですね、点がついた文字、これ打つことができなくて困りましたね、調べるときね。なんか豆入ってないですか、豆。もうこれなんかパスタにかければグリーンピースみたいな入ってない、以上終了な感じ。そうです、ね、大根みたいなの入ってます。本当だ、うん、玉ねぎとかも入ってて、うん、これラディッシュってやつですか、うん、おかずですね、おかずですね、これおかず、うん、どうしようこれ、あれこれ判定基準が、これもしかしてあれレギュレーション違反ですか、これもしかして、これね、ただのレギュレーション違反ですね、うん、そんな感じがします。てか、あの正確に言うとドーピングです。ドーピング、うん、ドーピングということは、うん、混ざっちゃってるよこれ、必然的に、必然的にですね、決まりましたね、こっちですねまさかの結果、うん、ということで、ドーピングで違反なんで、ちょっと捨てちゃってください。はい。はい。ごめんね。ごめんね、バイバーイ。ありがとう。はい、ということで、うん、欧州予選、勝ち上がったのは、意外な番組系だった。今回はちょっとなんか、あれだね、全然違いますね、いろいろね。なんかいろいろ想定と違ったね。はい。はい。じゃあ、いきましょう。今回はですね、勝ちましたのは、クラウンプリンス。こちらが欧米の代表となります。いかがでした？ね、最後に大どんでん返しがありましたからね、違反でしたからね、片方ね、違反、まさかの違反はい、いやでもびっくりしましたね。いやいやいや大丈夫大丈夫、瀬戸地が大変そうですね、しんどいですね、はい、頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう。さあ、お届きました欧州、はい、欧米予選ですけれどもね、まさかの幕切りとなりました、はい、この後ミニコーナーを挟んでいよいよ決勝戦です。私が好きなツナ缶はホワイトミートツナです。私は台湾は好きですが、台湾のツナ缶はあまり好きではありません。私たちはクロストークレディオの DJ です。何だよ、 U&? 瀬戸地のクロストークレディオ。大人ラジオ相談室、皆さんこんばんは。大人ラジオ相談室のお時間です。ラジオのお兄さんゆうです。大人ラジオ相談室では世間にうごめくありとあらゆる疑問をクロストークレディオ的に解決をしていく、そんなコーナーです。今日の大人ラジオ相談室は、風邪をひきたくない、ゲレンデマジックに引っかからない方法など、何でもどんどんご相談ください。それではご一緒していただく先生を紹介していきましょう。本日の先生は、雪だけにゲレンデマジックとかにかかったことありますか？みゆき先生。こっちののりちゃんは悪い薬はしていません。のりちゃん先生です。先生のお二方、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日はね、お越しいただきましてね。ちょっとね、いつもは瀬戸っち先生が相手してくれるんですけども、今日大忙しで、なんか踊りながら冷蔵庫開けてましたので、代わりに相談を聞いていただきたいなと思います。はい。それでは本日の相談。行きます。本当今いつもねみんなからもらってるんですけど、今回本当に、リスナーの人からいただきました。うらちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。瀬戸地さん、ゆうさん、こんにちは。男性のぶっちゃけを聞きたくってメッセージを送らせてもらってます。冬になると大活躍なムートンブーツ、暖かいし歩きやすいし、ほとんどの女性が好んで履くブーツだと思います。もちろん私も愛用しています。しかし、しかし、どうも男性には女性のムートンブーツ姿って受けが悪いとの噂があります。私の周りの男性たちには特別不評というわけではないのですが、実際のところはどうなんだろうということで、お二人のリアルな意見を聞きたいです。よろしくお願いします。ということでね、うらちゃんさんからいただきましたよ。ムートンブーツありなしっていうのをちょっとね聞きたいと思います。実際お二方はムートンブーツは持っていて履いたりはしていますか？どうですか？私は持っていないし、履いたこともないし、ね、ないですか、はい、あ、そうなんですか。同じですね。あ、同じ。持ってないし、あら、意外な2人が来てしまいましたね。
実はなんか本当今世の中の女性はみんなね、うん、みんな持っててよく履いてる、確かに街中見ると意外と見て、前は電車の中座ったら3人同じムートンブーツみたいな状態もあったっていう噂を聞いたことがあるんですね、でなんかすごい流行ってると。しかしですね、ちょっと古い情報なんですけど、なんか2010年頃からあのムートンブーツ嫌いっていうのは始まっていたらしくてですね、ニュースさ、なんていうかな、アンケートサイト、そこで冬に引いてしまう女性のファッションアイテムランキングっていうのをやったらしいんですけど、ムートンブーツが第7位にランクインって、また微妙な位置にいるんですね。で、なんかそのそれについていろいろコメントがあって、お前らエスキモーかよ、なんかお風呂掃除に使ってるスリッパみたい、これ履いてるやつ多すぎっていうコメントが意外とありましたと。実際そのなんだろうな、2人は持ってないっていうことなんですけど、やっぱなんか買おうかなとかそういうこと思ったことってありますか、ムートンブーツって。ちょっと買おうとか、なんかこういう意欲がそそられた瞬間とか、そういうのないですか、みゆきさんとか。履いてみたいなと思ったことは多々あるんですけどね、でも買うにまで至んない。あ、そうなん。それは何か理由があるんですか。まあいいかなっていう思っちゃうところって結構ね、暑すぎちゃうんだよね。あ、はいはいはい、なるほど、はい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 、のりちゃんは。私は、欲しいともあまり思わない。あ、本当に、買うならもう登山靴の方がいい。そう、トレッキングシューズをなぜなら買って雪山に行きますからね、そっちの方が全然いいと。あったかいです。あの浸水ちょっとするんですよね、あれ、あの子は。ムートンブーツ、雨に履けないですね。そう、雨とか雪とかで、あの、あんなにエスキモっぽいのに雪山ではちょっと向いてないっていう。あの、じゃあ実用的な面からしても、ね、あんまりなんかこう、パッとしないと。そう、あ、そうなんだ、じゃあ見た目倒しなところがちょっと多いから。そうなんですね。もうあれでじゃあ本当に撥水とかして、もう長靴みたいな感じだったらちょっと欲しいなとか二人は思います。雪の中で履くんだったら、OK。 そうですね。あー、それでもちゃんと弾いてくれるし、そういうんだったら。あ、そう、見た、そのなんだろう、デザインとかそのファッション的な面から見るとどうなんですかね。 それは女性が履いてるの見たら、あ、可愛いんじゃないかなと正直思ってるんですけどね。のりちゃんはどう思う、あんまり。そうですね、個人的にはムートブーツ履いた人よりもヒール履いてる人の方がかっこいいと思うっていう、あの具体的な個人的な意見ですけど、カツカツカツってやってる方が全然いいですと。やっぱ足が綺麗に見えるんですよね、ヒールの方が。確かにね、ムートンブーツとか履いてるとなんか着方によってはすごい足が短く見えるっていうコメントもあるからね。幼く見えちゃうし、幼くね。そう、なので私がちょっと背は低いということもあり、やっぱヒールとかの方が綺麗に見えるので、そうなんだね。あの男性目線からすると、まあ、確かに可愛いんですよ。あ、僕も好きなんですよ。ただ、ムートンブーツをかかとが斜めに擦れて歩いてる子ってたまにいるんですね。はいはいはい、はい、気になりますね。あれ見たことある。で、それですごいこう、まあ、内側だけ擦れててもうなんか足折れちゃうんじゃないのっていうぐらい斜めになってるムートンブーツの子見ると幻滅します。やっぱ買い替えてほしいなってなりますよね。綺麗に履いてほしいんですよ、やっぱり。あの、でもそろそろ癖っていうか、そうなんでしょうね、内股なのかなみたいな、ちょっと感じですよね。そうなんですよね、そういうとこがあってなんかすごい気になるんですよね。で、瀬戸内先生どうですかね。すごい真面目に作ってますが、すごい真剣です。まだ全然終わりそうにないですと。そうですね、はい、わかりました、はい、ね、そんな感じでムートンブーツ、実はなんだろうな、僕も履いてみたいな。男性ものもあるらしいんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。あって、実際ちょっと履こうかなって思ったことあるんだけど、で、僕あの足弱いんで、今も実際ね、あの2人のスリッパ盗んで僕スリッパ履いてるんですけど、足元寒いって言ってね、お腹冷えちゃうから。ただ今度暖かくなると僕すぐ足汗かくのね。そうすると気持ち悪いのね、あれってね、やっぱブーツって、それが嫌で買いたくないのと。あと実際男の人層履いてるとこ見たらどう思います？女性だけじゃなくて。見たことないけど、斬新って思います。斬新なファッションって思っちゃいますね。あー、そうなんだ、あんまりじゃあ履いてもらいたくはない。まあでもそうですね、そうですね、履くならカッチリしたブーツ履いといて、またカチッと感がやっぱり出て。あ、そうなんだ。みゆきさんは、どうですか、男性のモコモコブーツみたいな。しかもあれですよ、実用的じゃないんですよ。やっぱ買いこぶっちゃってる感じですよ、やっぱり。ちょっとダメ、見たくない、見たくない、見たくない。声を大きく言いたいにして言わないけど、あんまちょっと見たくないかな、見たくないですと。あ、そうなんだ。でも僕はこれが好きだからこれでいいんだって言うんだったら、全然ね、
男性もあり、うん、ありだと思います。まあしょうがないと、うん、ファッションだし、好きな人が履いてても、うん、まあ仕方ないと、自分の好きな人ってこと、うんうん、なるほどね、どう思う、そどう思う、やっぱりちょっと注意しちゃう、いやでもその人が好きならね、しょうがないと、うん、しょうがない、ね、そうなんだ、うん、いや難しいんだね、ムートンブーツってね、うん、ムートンブーツってじゃあ うん、どういう風に履けばいいのあれって、かわなんか可愛くぶってる感じなの、やっぱり足元寒いしね、見た目可愛いし、やっぱ女性は履くんでしょうね、うん、でも暑すぎるんでしょ、私はね私は代謝がいいから、ね、なんかね今もあれだけど、今も暑いですかそれで、いや暑くはないんですけど、うん、あんまり靴下履いてなかったんだけど、あ本当にストッキングっていうの全然大丈夫ですもんね、本当だ、え女性の人って実際この冬って足寒いんすか、いや寒い人は寒い、寒い人は寒いと思う、やっぱそういう人はムートンとかだと、うん、もしハッピー生活を過ごせるの、うん、そうなんだ、お家の中でもそれな感じのモコモコの靴下じゃないけどね、うん、なんていうのルームウェアに近い、そうそうそう、より分かる、僕も履いてます、本当うさぎちゃんのモコモコした靴下、ね、本当にうさぎちゃん、うさぎちゃんあちょっと見たいです、ね、でもねすぐ汗かいちゃうもういや気持ち悪いのよ、うん、汗かいてる、 そこが嫌なの、うん、だムートンとかああいう中に 毛玉系ってあったかくていいんだけど、うん、汗かいちゃうのが嫌なのね、うん、女性どうしてるんですか実際ムートンとかでさ汗かいたり履かないからね、あそうそう、あ普通の靴とかでも熱くなって汗かいたりしません、うん、そうね、その時ってどうします、オフィスでは完全に脱いで、脱いじゃうよね、脱いで椅子の上で正座して仕事してます、あなるほどね、あそれで OK なんだ、私も脱いじゃうかな、嫌だったら、もう脱いじゃうんだ、暑いと脱いじゃうんだ今日もそのまんま歩かないで、スリッパ履いてないですし、ね、確かにね、うん、2人全然大丈夫ですもんね、うん、確かにな、ムートンって難しいですね、うん、どうすればこうなんだろうな、僕は好きなんで、履いてほしい、そう、あ女の人に履いてほしいですか、履いてほしいですね、でも、うん、かかとが斜めになったら嫌です、ダメ、それはダメなんだ、うん、本当に、うん、だ外側が減ってる人もダメなんだね、ダメ、もう内側も外側も減ってたら、まあ、きれいに履いてほしい、平らにね、そう平らに削れてるんだったら、うん、あこの子なんか育ちがいいんだろうなって思うからいい、うん、なんか斜めだとなんかねなんか違うなって思っちゃうとこがあって、しかもこうなんかもうこんなになってる人いるんです、たまに足が靴全般言えますよね、ちょっとやっぱ靴 あのかかととかの減り方とか、ちょっとやっぱりメンテナンスをしてる人たちとしてはるなと思う、確かにね、ムートンなでもなームートンってなあれ色いっぱいあるんですか、ムートンブーツって出てるキャメル、まあ、キャメルグレーブラウンが多いですよね、あと聞いたのがなんか、うん、ムートンブーツカバーっていうのがあるらしくて、あどこにかぶせるかわかんないんだけど、うん、多分足首の上の部分とかかもしたと思うんですけど、なんかそれでこう差別化を図るっていうのがあるらしいんですよ、そういうことを、まあ、お二人ね持ってないから、うん、そうそうなんだって言われちゃって、ちょっとお役に立てない、うん、難しいでしたね、うん、そういうのもあるらしいので、ぜひ、うん、今年の冬、うん、まあもう残り少ないですが、少ないですけどね、まあ、来期に向けて、来期に向けてムートンブーツっていうのをちょっと検討して、うん、1年後またムートンブーツはどうですかっていう質問をさせていただきたいと私は思っているわけですね、そうなんですね、なんでムートン好き好きってみんな言ってたから2人に切ったのにさ、2人ともムートンじゃないの、ちょっとごめんなさいね、タイプが違ってアウトローなのかな、ちょっと違うね、ちょっとやっぱり流行りに乗り切れてない感じ、2人はいつもはどういう靴履くんですか、うん、私かかとあるやつが好きですね、ヒール、うん、すごい高いヒール、あそんなに高いのはちょっと歩けない、何センチぐらいがいいんですか、5センチぐらいですかね、5センチぐらいがいい、うん、やっぱり背が低いんで、あーそう、あーやっぱりそれで綺麗にこう、はい、何、うん、背を高くなりたいみたいな、そうかな、やっぱりやっぱそれ電車の中とかで役に立つんですかね、そのヒール立つ、役に立つんですかね、ちょっとバランスは悪くなりますよね、ヒール踏ん張れないみたいな、揺れた時に踏ん張れない、うんうん、高ければ高いほど、うん、やっぱりあの歩きづらいし、うん、転んだりね、あとなんか溝にはまったり、あーそうです、あのグリーチングっていうか、あのパネルとかにはまってしまう、かかと取られますからね、うん、ヒール以外はどういう靴持ってます、うん、なんかこあのなんだろう、珍しいタイプの靴とか持ってます、珍しいタイプ、珍しい、うん、あんまないトレッキングシューズを、まあ、よく言うと山登るからね、山登るからっていう、ね、あれ大事だもんね、確かにムートンよりそっちの方が好きだもんね、そうですね、うん、確かに山登るんだね、のりちゃんね、いや登ろうと思ってっていうぐらいですか、登ってるだけに持ってるんだよ、そういうの大事ですよね、そうそう、気持ちだけ、はいはい、あの靴先行っちゃったみたいな、あいいですね、まずはね、うん、
道具大事ですそうそうそう。みゆきさん持ってます？このなんかあんま他の人持ってないだろうな、でも私こういうのあるよみたいな靴。あのね、いつだったっけな、去年買ってなかなかちょっと大枚はたいた感じで買ったんですけど、うん、ヒールが高めなんですけど、そのヒールの部分が、うん、なんだろう、ヒョウ柄というか、蛇柄というか、ちょっとワイルドなの買ってしまいました。ワイルドだね。でヒールのボディっていうか、あの普通のところ部分ありますよね、うんうん、あれが紺のベルベットみたいな。へぇすげー。パーティー用とかですか？なんだろう、あのデニムに合うかなと思って。あーなるほど。あはいはいはい、うん、あその濃いめのデニムとかに合わせる感じですか？そうですそうです、うん、女子か俺。心がね、そうそうそう、それでカツカツカツってやるとね、ちょっとたまにチラリと見えるベルベットとかかとのヒョウ柄で、もう多分富士サファリパークとか行ったら大変なことになるから、ね、ちょっとワイルドね、気をつけた方がいいです、ね、はい、気をつ、うん、まだね外に履きに行ってない家の中で。ね、靴って買ったらまず家の中で鏡の前で履きます？履きますよ。あ、履くんだやっぱり。あのね、僕も昔履いてました。あ、でも今は履いてない。なぜ？なんか鏡がなくなったってのもあるんだけど、なんかもういいかな、そのいつも買った時にもう鏡の前でピシって決めてるから、うん、もうそこでお腹いっぱいになるから。どんなの合うかなとかやらないんですか？あ、服で、うん、あ、それもう頭の中で。あ、頭の中で。そうそう、いつも買う時にやってる。そんなに、ね、いっぱい服持ってるわけじゃないから。あと、もうあの服、なんだろうな、この服に合うものを今日買おうって決めて、うん、その服着ていく。なるほどなるほどなるほど。もうそこで合わせちゃうっていう。そうそうそう、だいたいこんな感じっていうのが分かるね。そうそうそう、うん、そうなんですよ、うん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 、じゃあやっぱ履くんだ、うん、履く。ちなみに服買った時も着る、こうすぐ着る鏡の前で、うん、ファッションショーで、そうファッションショーやる、一人ファッションショー、うん、音楽かけて、うん、かけてもいいね。かけラジオかけたりね、ラジオ、あ、うん、それいい ね、あ、そうなんだ。ユーロビートとかやるとなんかテンション上がるかもしれない、ね、まあ洋楽ですよね、多分洋楽確かに確かにそれいいと思いますね、うん、はい。ムートンブーツありっていう話をあのいただいたんですけどね、うらちゃんからね、はい、うん、まあ2人とも、まあ、特にあんまり興味がなかったっていうところで若干困ってあるんですけど、まあ、男性、まあ、結局僕の意見だったらありですと、うん、もちろん、うん、そうですね、ただかかとは斜めにすらないでほしいっていうところですよ ね、 なるほどね。ゆうさん、そういうところやっぱり気になるのね。なんかずっと見てると気になっちゃう、なんかそれサイズが合ってないのかな、それとも歩き方、歩き方ですよね、うん、逆に心配になっちゃいますよね、この子ちょっとあの代謝とか大丈夫かなみたいな。わかる ちょっとわかる、体の悪いのが靴の底に出ちゃったかなと。ちょっと年いった時に膝とかに来ないかなとかね、股関節とかに来ないかなとかね、うん、そういうことありますよね、うん、まあ、なんか瀬戸っち先生からね、今あのサインがいろいろ作り終わりましたっていうね、うん、あのお知らせが来ましたね。サインが出ました。はい、よかったです。じゃあ次のコーナーに行っちゃって大丈夫ですかね。はい、次のコーナーすぐ瀬戸っちが喋るんですけどね、はい、なっていきたいと思います。あ、ありがとう、お、来た。あ、はい、というわけで、このコーナーでは、社会の隅でひっそり佇む、知りたいけど調べるほどでもないかなといった疑問質問を、募集しております。クロストグレディオの DJ2 人の視点、あとゲスト DJ の視点でお答えしていきます。本当にね、今日はいろんな意見が聞けてよかったですね。靴にだけに収まらず。はい、番組ページのメッセージはこちらからアイコン、もしくはメールアットマーク ct-radio.net まで皆様からのお便りをお待ちしております。以上、大人ラジオ相談室でした。それではいよいよ決勝戦です。父さん、最近思うんだけど、風呂上がりのタオルの匂いが父さんの匂いと同じになってきたよ。 U&Z っちのクロストークレディオ。ティアングランプリ2014決勝戦、いやー忙しいよ瀬戸っち、ありがとう。なんかすごいいい匂いが部屋に、こうツナの匂いが充満してるね。多分これですね。はい、ついに世界一のツナ缶が決定いたします、はい、T1 グランプリ2014決勝戦でございます。アジア予選を勝ち抜いた海底、はい、海底鳥ね、
レッドイーグル、はい、レッドイーグル B、はい、こっち、こっちにいいですか。レッドイーグル A がレッドイーグル A、 はいですね、こっちか、あ、そっちに、うん、逆にしてもらった方がいいですね。はい、で、待って、レッドイーグルが、レッドイーグルが B、 B、 はい、アメリカが A ですね、はい、ですね。で、欧米予選を勝ち抜いたクラウンプリンス、プリンス、ね、この2つによる頂上決戦でございます。決勝戦は予選と違ったまた違った方法で評価を行ってまいります。さあ一体どちらのツナ缶が勝利をするのでしょうか。それでは決勝戦の進め方を確認しておきましょう。決勝戦は2013年と同じく2つのツナ缶を和洋中それぞれの方法で調理したものを審査員の皆さんに試食していただきまして、それぞれに点数をつけていただきます。で、各審査員の方の各調理方法への持ち点は10点となっておりますので、はい、和洋中すべてにおいて満点を取った場合は90点ね、となります。この審査の結果総合点が多かった方が2014年 T1 グランプリの優勝ツナ缶という風になります。はいはい大丈夫ですか ね、 ね、早速いきますか。いきますか。いきましょうかね。はい、参りましょう。はい、まずは和食での評価ですね。いいですかね、進めていってね。はい、和食は丼でいきます。ツナわさび丼です。このツナわさび丼というのはツナ缶をご飯の上に開け、醤油とわさびだけでいただくというシンプルな料理です。いいですね。素材の味が引き立つだけにごまかしの効かない一品となっております。はい、はい、大丈夫ですか。何か、はいはい、じゃあレッドイーグルから。レッドイーグルから、はい、はい、ご飯があったかい。このまんまいきますかね、はい、あ、まずはいやー綺麗、まあ、こんな感じになってます。いいですね。はい、今日久しぶりに朝昼晩全部ご飯もの麺類じゃなくて嬉しいっすね、なんかね。じゃあはい、食べちゃってください。いいですか。いただきます。の、おいしい。醤油もかかってて、レッドイーグルですかねこれ。あ、レッドイーグル、レッドイーグル、おお、これはかなり、はい、うん、みゆきちゃん食べた。まだです。これは美味しい。これはすごい、うん、これ家でやりたい。家でやりたい、うん、おー、初めて食べたこれ。うん、美味しい。こんなに美味しいんだね。これはむっちゃ美味しいわ。あの、なんだろう、うん、あの油感っていうのが、うんうん、わさびのおかげでさっぱりする。そうですね。あの、なんだろう、ひつまぶしみたいな感じで、うん、油感がすごいさっぱりして食べやすいですね。これ何杯でもいけそう。美味しい。美味しいよね。後味もすごくいい。ツーンってこう抜けるところがすごい美味しいですね。もうちょっと食べちゃおう。実際まだまだありますからちょっといきます、うん、いいですか、はい、じゃ次はクラウン、クラウンの方ですね。クラウンプリンスの方、はい、はい、うまそう。食べたい俺も。ん、ちょっと違う、ちょっと違う。いやこれはね、本当に久々に美味しい、何、料理っていうものを知りました。美味しいな、美味しい、うん、でも、あー、分かった、うん、でも、うーん、ちょっとあれだね、今ね、ちょっと弱かった、うん、あの、まあ、好みっていうともうツナの最初に触った時の感じが違いますね。あ、はいはいはい。さあ得点をね、審査員の皆さんはつけていただきたいと思いますよ。これは得点今は言うんじゃなくて後で集計するから、あの、何点とか言う必要ないんですよね今ね。はい、そうですよ。美味しい。あ、はい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 、これちょっと美味しいね。これ美味しいね。食べたい、これ食べな。お米好きにはたまらない。これはね、ほんとたまらないね。ほんと止まらない。これさ、普通にお店でさ出てもよくない、うん、なんか、あの、どんぶり…瀬戸っち笑顔になったよ。どうどう瀬戸っち、いいでしょ。コメント忘れるぐらい、すげえ食ってる、あ、食べてる食べてる、マジ食いすげえ食ってる。いや、これ美味しいわ。これはさ、好み分かれるね。分かれる、うん、これうまいな、うん、美味しいよね、うん、これなんか、朝ごはん定食とかで出してほしい、でも味噌汁も飲みたい。そうそうそう、分かる分かる、はい、じゃあ、ゆうさん、続いて、はい、点つけました、大丈夫ですか。はい、点つけました。じゃあ次は洋行きたいと思います。洋ですね。洋何でしょうか、はい、ゆうさん。洋食のメニューはツナとヨーグルトのディップです、うん、
ツナ缶とヨーグルトを混ぜ合わせた独特のディップです。このディップにはキュウリが入っているんですけども、こちらをですね、このディップをクラッカーで召し上がっていただきます。あ、はい、でなんかおしゃれ。まずは、レッドイーグルの方からね、はい、はい、いきたいと思います。こんな感じで、あんま見た目は良くないんですけど、確かにね、わかりづらいかな、はい、わかりなんか冷や汁みたいになってるね、はい、そうですね。ですみません、ちょっと味を見てないので、はい、まあ、我慢して食べてください。はい、何がすごいって瀬戸内これ作ったんだもんね。混ぜただけですけど、混ぜただけとはいえども、はい、いいちょうだい。なんか2人パックも黙々と食べてますが、いいですか、いただいて。まずこれレッドイーグルの方ですね、うん、いただきます。ちゃんとキュウリも乗せてね、うん、さっぱりですね、非常にさっぱり、うんうん、でクラッカーにちょっと塩気があるから、うんうん、確かに確かに、それでこうやっぱね、ディップだから、うん、ディップとクラッカー合わせて、うん、こう一個の味としてバランス取る感じですね、うん、さっぱりしてて美味しい、うん、ツナサンドとかに結構近い、うん、ああなるほどね、確かに確かに、うん、そうですね、かなりさっぱりですね、うん、じゃあ次はクラウンプリンスの方、こちらですね、はい、見た目あんまり、見た目変わんないんで、うん、見た目は変わんないので食べちゃっていいですかね、カメラ切り替えないでね、はい、うん、キュウリが取れます。キュウリがなかなかちょっと大きめなので、そうそうそう、ごめんね。でも、はい、食べ応えあっていいよね、はい、大きいキュウリってね、歯応えがちょっと、そう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 、いやこれツナマグル丼、ツナ何ツナわさび丼うまいね。すげえ食べちゃった。これはちょっとソースつけがたい。確かに、よいしょっと、もうちょっとクラッカーいりますか。あ、僕は大丈夫で、はい、じゃあ適当に点をつけてください。これはちょっと味がなかなか難しい、うん、ごめんなさいね、狭い机で申し訳ないんですけれども、あー難しいなこれ、うーん、さあ皆さん悩みながら点をつけてる、まあこれは味の差が出にくい料理かもしれないですね、うん、はい、よろしいでしょうか、はい、はい、さあ最後中ですね、はい、中の料理は何でしょうか、はい、中華料理はツナのバンバンジーですね。こちらはとても簡単です。バンバンジー普通はですね、ささみを使うんですけども、その代わりにツナ缶を使っているという、そういうメニューですね。キュウリと一緒に混ぜ合わせて、彩りも綺麗ですね。なんか疲れ、夏とかね、あの食欲ない時とかに食べたくなるません、こういうバンバンジーって、はいはい、スルッと食べれるんでね、これだけ見ると非常になんか絵は汚いですけどね。はい、まずレッドイーグルから、はい、はい、レッドイーグルからいってみます。横です、美味しいですよ。横で瀬戸内がこっそりバン、ディップしてるっていうね、ディップはしてますね。バンバンジーいただきます、うん、なんかすごく、まあ、中華的な、うん、あーさっぱりしてんね、うん、前菜とかでやっぱ出てきてほしい、うんうん、このさっぱり感、お通しね、うん、お通しですね、うん、これ美味しい、夏にこれとビール、うんうんうん、これはちょっと、うん、弱った胃とかに全然、確かに優しく、おいしい、うん、おいしいおいしい。あのね、甲をつつけてね。分かってます、心を鬼にして、うんうん、あ、なんておいしいんだ、うん、おいしい。じゃあ続いて、なんだっけ、いつもそれクラウンプリンス、クラウンプリンス、これいってみましょう、はい、クラウンプリンスはなんか、今日すごいいい日だな。2個もなんかおいしいご飯を見つけてくれた。あうまいね。おいしい、バンバンジー、うん、おいしいよね。あ、これは本当つけにくい、こうこっちの方がちょっと味抑えめな感じですね、やっぱり、うん、好みだな、これは。どうしよう、あ、うまいね。難しい、どっちをずっと食べ続けられるかっていうとって感じです。あ、難しいな、これこれ本当難しい。すみません、ちょっと進行しなきゃ、食べてないで、はいはい、いやいやいや、はい、うまいですよ。でもこれね、確かにこれちょっとこうコーツつけがたい感じですね。素材の味が一番生きていたのは和食かもしれませんね。うん、まあ、他の、うん、なんていうんですかね、調味料の影響っていうのがやはり大きいメニューだったかもしれませんね。 すごい苦しい、この点のつけ方が難しいな、ほんと。あ、でももう心鬼にしないといけないからね。だ、これ大丈夫ですか、食べなくても大丈夫、もう俺どっちがどっちか分かんないけどさ、うん、大丈夫、ね、白がレッドイーグルね、うん、はいはい、あ、もう心を認して決めました、決めました、うん、そうか、これあれか、横の点数足しとくってあげた方がいいのね、うん、
はい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 。いやこれなんか意外だったな。ツナわさび丼の何？うん、ちょっと、うん、ずっと食べたくなる感じ。そうそうそう。なんか先制パンチ食らったよね。ツナわさび丼でね。だから食欲すごい出てきちゃって、うん、今なんかどんどんお腹空いてるんだけど。呼び水になっちゃって。呼び水になっちゃって。あったかいご飯にね。あったかいご飯。すっごくやばい感じでね。なんだろう。なんか実家に帰った感じしません？ああいうなんかあったかいシンプルだけど、あったかいご飯の上にシンプルなもの乗ってて、うん、こう食べるってなんかすごい幸せですよ。ほっこりしますね。ほっこりする、うん、ちょっとお母さんとか買い物に出ていなくてね。うん、そう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 、一人でね、先に、はい、そうそうそう、やむを得ずツナ缶食べる、まあ、とりあえずは皆さん終わりましたかね。はい、はい、終わりました、はい、それではですね、決勝戦の全ての料理の評価が終了しました。この得点の集計結果は後ほど発表させていただきたいと思います。はい、瀬戸っちが集計しますね。はい、それでは、これからですね、ミニコーナーを挟んで結果発表となります。皆様採点ありがとうございました。ありがとうございます。私が好きなツナ缶はホワイトミートツナです。私は中国の五香というツナ缶を一生食べ続けていこうと思います。私たちはクロストークレディオの DJ です。 You& 瀬戸っちのクロストークレディオ。マイクが来たよ。部屋とつながんと私。やっぱスタッフいるよ。失礼しました。これ。ごめんね、ドタバタしちゃうこれ。もうドタバタして喘息もまた出てきております。大丈夫？はい、 T1 グランプリも残すところ結果発表のみとなりました。はい、ここからのお時間は部屋とツナ缶と私というコーナーでございます。はい、このコーナーはですね、こだわりのツナ缶の食べ方を審査員の皆様に教えていただきまして、うん、変わり映えのしないつながりのコーナーに新風を巻き起こしていこうというコーナーでございます。そうですね、ということで私ちょっと天皇集計をしますので、はい、ゆうさんちょっと進行お願いします。はい、わかりました、はい、ね、瀬戸地集計頑張ってください。で、進行する前に私、ジャケットを脱ぎますということですね。僕ね、ポカポカしてきましたね。あったかくていいですね。はい、というわけで、このさっきも瀬戸地言ってくれましたが、部屋とツナ缶と私というコーナーは、お二人のね、おすすめの食べ方というものをね、紹介していただいて、ちょっとそれで食べていこうかなと思っております。まずはね、のりちゃん、こっちから行きましょうか。のりちゃんのおすすめの食べ方は何でしょうか。ちょっと待ってね。はい。来ましたね。はい。ツナの、あ、カメラで映した方がいいですか。そうね。そうね。はい、映るかな。瀬戸っち大丈夫。ごめんね。スクランブルエッグです。ああ、ツナ入りの。あ、はい、いいね。この黄色だけじゃなくて、中にちょっとお肉の色が出ててね、うん、色が綺麗ですね。ありがとうございます。はい。はい、じゃあこれってよく作りますか。よく作ります。よく作る、はい、もう定番メニューですか。定番です。朝ごはんの定番ですね。あ、そうなんだ。じゃあ毎朝作ってる。作れる時はですね。作れる時は作る。いつもじゃ何、ツナじゃない時もあるの。まあハムとか、ね、あ、そうなんだ。やっぱツナで行きたい時はツナで行きます。そうですね。はいはいはい、はい、じゃあそれを食べていこうかなと思うので、はい、みんなで食べていきましょう。はい、じゃあそっちから食べていってくださいね。はい、これ今回味付けはどんな風にしたんですか。と、普通の卵焼き作るときに砂糖と塩入れると思うんですけど、うんうんうん、そこに本当にツナ缶を出しただけです、うん、あ、それだけですね。シンプルですね。そうです、もう簡単ですね。みゆきさんどうですか。おいしいです。おいしい。女の人ってこう何、他の女の人が作った料理って食べる機会ってあるんですか。友達の家に行って、うんうん、作ってくれたとか、うんうんうん、あ、あるんだ、うん、まあそれこそね、と、おとま、ごめんなさい、素人みたいな、素人、うん、お泊り会とかして泊まった時に、うん、そういうのがあるんだ女の子ってね、うん、いいな、女子会俺も行ってみたいな。こう何、やっぱいいっすね、こう女性が作ったご飯食べるって。嬉しそう、ゆうさん乙女だからね、うん、さんね。あ、
美味しいね。朝卵だけだとちょっとボリューム少ないし、ちょっと朝からいっぱい食べて元気出そうっていう時にはね、うん、この料理いいですね。白ご飯にも合うっていう。確かにね、ちょっと確かにお弁当入ったら嬉しいかもしれない、うん、ありがとうございました。じゃあのりちゃんのおすすめは、はい、ツナ入りスクランブルエッグでした、はい、ありがとうございます。じゃあ次はみゆきさん。はーい、行きたいと思います。みゆきさんの食べ方はどういう食べ方ですか？ですね、ご飯の、うん、あったかご飯の上に、はい、塩、あ、塩じゃない、間違えた、マヨネーズと、うん、胡椒、黒胡椒でもいいかな、はいはい、を、入れて混ぜて、うんうん、それをのご飯の上に乗っけて、うん、ネギ、上にネギと海苔を乗っけて終わり。終わり。じゃあシンプルな丼ですね、はい、和風の丼みたいな感じですかね。そうですね、塩胡椒でね。あ、はい、カメラ出てきてくれましたよ、ありがとうございます。手しか映んない。ちょっと手でちょっと、はい、こっちからぐるーっといってポンとやると、あ、いいね、やっぱね、なんか、あ、美味しそうですね、これね、うん、木の器いいね、うん、なんか、どんぶりって感じがして、うん、安心感がある、はい、いや、いいですよ、じゃあそれを試食していきたいと思います。これはどういう時に作りますか？これはですね、お腹が空いてて、うん、もう早く食べたい時、うんうんうん、朝でも夜でも、いつでも。そうですね、うん、でも夜かな、うん、夜、うん、これ食って、ちょっといっぱい引っ掛けてとかね、するとたまんない、たまんない。これは小腹が引いた、あの、すいたと、引いたとかして、すいた時にちょうどいい、うん、もうなんかね、ちょっとね、私今日マヨネーズをもうちょっと入れてもいいと思う、うんうん、もうちょっと、はい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 、はい、美味しい、うん、あ、でもこれ生姜とか乗せても、あ、いいかもしれない、ちょっと美味しそうな、また薬味を足すと、さっきのわさびと違って、また、うん、今度は胡椒で、胡椒なんだろうな、うん、胡椒、胡椒とマヨネーズでなんかいいバランスになるんですね、うん、ちょっと和風じゃないけどね、うんうんうん、あ、またでネギでちょっとさっぱりして、うん、だからあれば緑の部分のネギでもいいと思う。あ、緑の部分、万能ネギとかがちょうどいいですね。濃い緑のところ、はいはいはい、うん、色合いが綺麗に、今回ね、間違えて白いネギ買ってきちゃった。うん、あ、これはこれでまたいいですね。ネギの辛みがすごく美味しい、うん、美味しい、ネギの辛みです。バクバク食べちゃった、うん、ね、みゆきさんも自分で食べてみるということですね。はい、自分で。ちょっと久々ですね。はいはい、うん。あ、久々？うん、お母さん。大丈夫？あ、マヨネーズ足りないですね。もうちょっとマヨネーズ食べたい。食べたい。食べたい。うん、お腹減った。卵焼きも、じゃなきゃ、スクランブルエッグもね、すっごい美味しいよ。うん、あ、うまい、これ。もうちょっとね、マヨネーズ、せどっちじゃ入れてみてください、作るとき、うん。うん。あ、お好みかな、でも。お好みかも。もうちょっとドロッとする、もうちょいドロッとするぐらいマヨネーズ入れても。うん、全然大丈夫。このなんか洋風な中にね、うん、この海苔が加わることによって、うん、ちょうどこの海苔があれですよね、タラコスパの海苔の役割を果たしてる感じ。あ、そういう感じ。あ、ちょっとしつこい感じかなと思うんですけど、海苔でちょっと風味が変わるんで、うん、はいはいはい、これで何ですか、安心して一皿食べきれるみたいなところありますよね、うん、確かにあれだね、うん、タラコスパゲティの海苔って偉大だね。結構重要だと思うんですよね。最初にあの振りかけた人すごいね。ちょっと卵を食べて、ごめんなさい、もうなんか進行を無視して食べてるんですけど。いいよいいよ、食べちゃおう。食事の風景になってる、食事の風景になってる、うん、なんかでもさ、こういうのもありだよね、はい、だっていつもすごい男2人でさ、缶開けて食ってるだけだからさ、悲しい気持ちになるからね。うまいね。どう？うまいね。美味しくない？うまい、うん、これ中身何入ってるんですか？こっち、うん、卵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 は本当に卵とツナだけ、調味料、あと少し塩と砂糖ぐらいですね。塩と砂糖だけ？塩と砂糖、あとさっきちょっと試しに、ね、マヨネーズ入れてみました。ああ、そうだね、マヨネーズ入れてみました。いいね、美味しいですね。この女の子がさ、こう、これうまいんだけどって聞いたらさ、ちょっとこれ入れてみたんだっていうこの会話、うん、嬉しいよね。乙女ね、乙女だからね。この流れいいよね。これ土曜日の朝とかやりたいよね。ブランチ的な感じかな。そう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 、ちょっとブランチ、今日何、作ってくれたのありがとうみたいな、こう何、キッチンの音で起きて、で、食べて、完全にそれ世界の朝ごはんじゃない。ね、そうそう、世界の朝ごはん、完全にお嫁さんのその風景ふわーってこう出てくるやつじゃないですか。朝見てたよ今日、ウクライナだったよ今日。あ、本当に新妻でしょ、新妻に。ウクライナ綺麗でしょ。そう、綺麗だった。あ、いいよね、はい、あれ新婚さん見るだけでもいいもんね、あれね。ゆうさんそういうの憧れそうだね。俺もさ大好き、ね、うん、でも俺作りたいね。あ、うん、自分でね、うん、はい、そういうのは置いときましょうか。はい、いや、二人の美味しかったですね。はい、美味しかったです。ちょっと卵焼きはですね、ぜひこ の, あの負けた綱たちを処理するのに負けた綱何が差分あるんだろうっていうのが確かに、その通りですね。いくつもの夜を超えてね、頑張っていきたいと思います。確かに、以上、部屋と綱勘と私のコーナーでございました。はい、続いてはいよいよ T1 グランプリに
2014決勝戦結果発表です。ダイエットしてるときって大盛りを普通盛りにするけど、水1リッターぐらい一気に飲んじゃってお腹ぽっこりしちゃうよね。 You and セトッチのクロストークレディオ。結果発表さあ、いよいよ打ち合わせ不足が露呈しておりますクロストークレディオをお送りしておりますが、さあいよいよこの時がやってまいりました T1 グランプリ2014優勝ツナ缶の発表でございます。先ほどの審査員の皆様の審査結果まとまりました、こちらにですね結果がこのツナ缶色の封筒にツナ色の封筒にですね結果が入っておりますのでですね、この結果をですね審査委員長ゆう高橋さんに発表していただきたいと思います。それではこれをお渡しいただけますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。おー、綱色だね。はい、うん、それではゆうさん、はい、発表の方をよろしくお願いいたします。震えてる、手震えてる、震えてる、震えてる、大丈夫？あ、ちょっと待って、はい、せっかくだからちょっと面白いことしようか。何何せっかくだからって今思いついちゃったでしょ、完全にね。あ、ライト？おっと俺に照らすのね、金壺で今ね、これすごいよこれ。ユーストリームで楽しんでる人はとても楽しくなってきてますね。それでは行かせていただきますよ。はい。それでは、発表させていただきたいと思います。今年度、2014年、T1 グランプリの、優勝ツナ缶はこちらになります。アジア代表海底ドリーム。アジア勢が、いやアジア勢がついに、またてか2年連続、うん、やはりアジア強かったですね、うん、いやーアジア代表っていう文字が見れるとは思わなかったですね、正直、はい、おやセドッチ先生、はい、ちなみにこう点数はどんな感じだったんでしょうか。はい、詳細をお伝えしていきたいと思います。はい、全てのですね、うん、料理におきまして、はい、アジア代表が勝っております。おお、で一番点の差をつけましたのが和食になっております、うん、ああそうなんだ、はい、やっぱりね、やっぱあるんだね和食がですね、アジア代表は28点、はいはい、でこれに対しまして欧米は23点となっておりまして、ここで最大の5点の差がついております。はい、そして中華でも意外と差がつきました、中華も24点アジアが獲得しまして、欧米は20点、ここでも差がついております。で一番やはり僅差だったのが洋食になっておりますね、はいはい、アジア代表は21点、うん、そして欧米が20点ということで、やはりですね、まあ、私の、 あの感覚ですけれども、ツナわさび丼、うん、ここのやっぱ好みといいますかね、分かれ、ここが非常に分かれたんじゃないかなと思いましたね。確かに分かれましたね、うん、はい、やっぱディップ難しかったもんね、うん、あの素材の味が消えちゃうから、うん、そこで差がね難しかったですよね、うん、実際どうでした、美味しかったの、みゆきさん、どの和洋中、うん、美味しかった、うん、和かな、和和で、和、美味しかった。のりちゃんどう、和ですね、和、やっぱ和ですか、ゆうさんどう、和ゆうさんもね、やはり食べ慣れた、ねえ、分かりやすかったですね、分かりやすかった、うん、やはり日本人にとってその醤油っていうね、うん、いわゆるもう何ですか、ソウル調味料っていうんですかね、うん、あれを使ってさらにわさびで、味を整えるっていうのは、うん、まあ、分かりやすい、味の評価しやすいような料理だったんじゃないかなというふうに思いますね、うん、いや、はい、本当でも今回は 和のツナ丼だけじゃなくて、はい、そのバンバンジーっていうのもすごい美味しかったなって思ったんですよ、はい、なんか2個美味しい食べ方を教えてもらって、はい、本当にいい T1 グランプリだったなっていうので、はい、今年1年また頑張って、はい、瀬戸地が咳しても頑張って生きていこうかなって僕は思ってますそうですね、うん、非常にね、うん、まあ、まさかその台湾勢が勝ち上がってくるとはね、確かに思いませんでしたから、うん、
いや美味しかった美味しかった。もう一回わさびの来てねえ、はい、ということでこれからやらなきゃいけないことは、うん、この開けた缶詰たちを片付けるどう処理するかってことですね、ね、まあ、本気で考えていけないということで、はい、そうですね、はい、スタッフが美味しくいただきますいただきますはい、はい、ということで皆さんありがとうございました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。さあそんなわけでですね、夜10時より、2時間にわたってお送りしてきましたクロストークレディオ特別企画 T1 グランプリ2014、そろそろお別れのお時間となってまいりました。番組では皆様からのお便りをお待ちしておりますよ。番組ページのメッセージはこちらからアイコン、もしくはメールアットマーク ct-radio.net、 メールアットマーク ct-radio.net まで番組のご意見ご感想など何でもどしどしお寄せください。ツイッターのアカウントもあります。アカウントはクロストークレディオです。番組情報満載でお送りしておりますので、ぜひぜひフォローしてください。番組に関するツイートは直接クロストークレディオアカウントまでリプライしてください。またクロストークレディオはポッドキャストにも対応しております。番組ページトップにあるアイコンから登録できます。皆様はぜひ iPhone、iPod からクロストークレディオをお楽しみください。なおポッドキャストによる配信は音声のみとなります。ご了承ください。ということで今回なんですけど、はい、あのユーストリームとかのやつ見れなかったじゃないですか、 ところどころで、まあ、あの正直に言うとですね、うん、来てません。来てませんか、はい、じゃあ皆さんあの後でコメントいただければなと思っておりますので、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごいですね、今日は延べ49人の方に見ていただきました。はい、すごいね、生放送中でこんなに見たのって久しぶりじゃないですか。まあそうですね、ただ、ね、うん、やっぱり森ちゃんが打ち立てた100人っていう記録はですね、まだ塗り替えられてないんですけれども、確かにやっぱ森ちゃん数字持ってっからな、持ってますからね、はい、はい、まあ、来年もちょっと楽しみにしたいですね、うん、はい、ぜひもうなんかいろんな人がツナ缶持ってきてくれれば、はい、もう来年とかじゃなくて、うん、もう半期でもいいかもしれないですね。前期後期とかでもね、いいかもしれないですよね、はい、あ、私もじゃあも何かぜひぜひぜひお願いします。お願いします、まあ、このためだけに海外行かれてもなるほどね、全然なんならね、なんなら、はい、なるほどね、はい、でもこれ以上ゲストが増えたら必要なのはスタッフと部屋ですね。スタッフと部屋と私ですから ね、スタッフと部屋とつながる必要ですよね。はい、ありがとうございます。さあというわけでね、次回の放送ですけれども、はい、次回までには、うん、この期間支援治る予定でございます、うん、次回は3月8日土曜日、ね、3月8日土曜日夜11時からの通常放送となります、ね、ぜひ皆様お誘い合わせの上、ツナ缶を食べながら、ね、ツナわさび丼を食べながらですね、 ね、お聞きいただければというふうに思っております、はい、さあ皆様、まあ、皆様じゃないやさあゲストのお二人いかがでした。まあ、散々いろんなもの食べさせられましたけど、みゆきさん、あっと今の2時間でね、そうですね、はい、こんなに放送に出てない放送も初めてです、私も。そうだよね、はい、ね、そうだよね、すげえなんか、うん、なんですか、一人で料理の鉄人やってる感じでしたそうですね、はい、すっごいちんさん、ちんさんとか言ってほしかったね、全然その時俺はムートン話で、いやいやもうほんと、うん、ムートンなんかいまいち人気ないんですね、うん、聞きながら思ってた。ちなみにムートン好き？僕もあんまり好きくない、うん、そうなんだ、ね、3対1か。僕好きなのはストッキング履いて、うん、しかも紫色とかのストッキングで、うん、でちょっと長い革のブーツ、うん、でブーツが、うん、なんていうの、あれ、あー、ブーツがさちょっとでかいの、はいはい、足がちょっと細くて、うん、ちょっと隙間がある感じ、隙間がある感じ、 あの隙間に、うん、飛び込みたい、飛び込みたいまたレアなとこ来たな、ほんとに。イエーイ、開かないよ、あれが好きなんですよ、紫のストッキングどこ売ってんだろっていう、なんか、ね、柄物がいい、色物がいいんでしょ、ギャラじゃない、ギャラじゃない、ギャラじゃなくて色物、もうほんとなんていうの、単色の色物ね、色物、そうです、薄いオレンジ色みたいなやつもいいの、あ、いいね、でしかもなんていうの、そのなんていうの、あの冬でもさ、ミニスカートじゃないや、ワンピースみたいなのあるじゃん、モフモフ生地のワンピースみたいな、モフワンピース、うん、紫ハイ、なんていうの、タイツ、パンツとストッキング、ブーツでの隙間に飛び込み、ダイブイントゥザブラックスカイっていう感じですね。ピンポイントだな。のりちゃんいかがでした？あ、今日はムートンの話をまさか当日言われてこんな話せる自分にびっくりしました。そうだよね、うん、ムートン以外どうでした？どっちかっていうとそっちがメインだったんですけど、ツナの方ね、ツナ、うん、の方ね、やっぱり審査員としてちゃんと評価できたんじゃないかなと、はい、あ、そうですね、厳正な厳正な審査を行えたかと、うんうん、なかなかこうちょっとのりちゃん の苦悩っていうのが見えますよね、うん、いろんなところにいろいろ書いてたよ、なんか横でね、はい、まあ、のりちゃんはやはりそのツナわさび丼では2点の差をつけたんですけれども、ね、はい、中華では1点、
ね、はいはい、和食では、まあ、同点をつけるということで、うん、かなり苦しんでたような感じがしますね。ユウ、うん、さんもでも傾向としては一緒ですね。ほんと難しかった。みゆきさんもでも結構悩んでらっしゃう感じですね。天才1点ですね。本当に僅差、うん、どっちも美味しいですけどね。まあツナわさび丼は特にね、そうそう、差がなんていうの、その好みが分かれるだけっていう感じがするからね。確かにね。やっぱ今度ね、あ、ごめんね、外国の人とか呼んで、あ、いいかも、やるのはいいのかもしれない。佐藤さん、佐藤さん、ツナグッド。そうね、うん、次はもうカメラ1個じゃ絶対足りないから、うん、足りない、もう4人が限界ってこと今日分かってよかった本当に。そうですね、でもこれも新しくてなんかいいですね、そうですね、この4人対して確かにね、はい、本当にね、あの、うん、音やってる人だけが欲しい。本当、ね、音声さん、音声さん、ね、音声さん、俺もここでもう本当食べたりとか喋るだけにしたい。そうね、ゆうさん忙しい、大変。はい、本当そうね、うん、で、あの風は私、うん、あの成田でもらって、うん、そのままです。あ、じゃあ向こうでは大丈夫だった。向こう、いや向こうで発病したんですよ。違う違う、ああ、向こうで発病した。行く時か帰るじゃないですか。あの、行って、うん、初日にいただきました。いただいちゃったのね、はい、ごちそうさま。舶来物の風なんですね。いや、もう、うん、あのメイドインジャパンです。メイドインジャパン、はい、メイドインジャパンで一緒に行った人から移された。はい、あの会社の T さんからいただいたんですけれども、 T さんひどくって、会社で瀬戸さんから、うん、僕は冗談でね、これもう損害賠償請求しなきゃいけないですよねとかって冗談で言ってたのにもかかわらず、うん、瀬戸さんから本当に薬代請求されたみたいなこと言ってるらしくて。ひどいですよね。なんかあの、なんですか、秘書の方とこう、うん、エレベーターと一緒になってすごいなんかそういう話になって、うん、なんか瀬戸さん薬代請求されたんですかみたいな話になってて、してないですよ。いじられるうちってね、いいからね。本当風評被害ですよ。風評被害、ね、聞こえてますか、大丈夫ですか。本当みんな聞こえてますよ。本当ですね、大丈夫ですか。はい、何が。はい、ということでそろそろお別れの時間です。それでは T1 グランプリ2014、また来年、はい、ね、お会いしましょう。お相手はゆうとのりちゃんとみゆきとせどっちでございました。自分でのりちゃんで言わせてごめんね。恥ずかしかった、はい、ちょっと、はい、楽しいね、この感じね。この感じいいね。番号みたいな感じ、ね、そうそうそう、はい、1、2、3、4。インド人みたいな。それではまた来年お会いしましょう。さよなら。さよなら、またね。次の放送は3月8日だよ。今日も変わらずツナ缶試食。クロストークレディオはマグロの乱獲に絶対反対です。美味しいツナ缶をいつまでも守りたい。岩の瀬戸内のクロストークレディオ。